デコで100回でございます。はい、100回記念ということで、今回はですね、はい、アデコでスタッフ、時山に乗って、はい、佐野に行きます。やったね、やったね。正しいです、ありがとうございます。もう行きましょう。あ、行く、行きましょう。あ、そうそうそう、じゃあ行きましょう、行きましょう。すごいね、綺麗なんですよ、船。美味しいものもたくさんあるんですね。来ましたよ。そうですよ、もう出発しました。あ、動いたね。あ、動いた。ほら見て、カモメもいっぱいいるね。これから船からの景色も楽しみながら、そして船内も十分に楽しんで佐渡まで行きたいと思います。いや、俺初めて。やるさん楽しそう。これ初めて。時は丸、うん。動かない。村さん、はい、おかずいっぱい。パパ、少し遊んでいい？そうそうそう、だからこういう風に感じて、皆さん、どうもこんにちは。ね、そんなこともできるスペースがあります。で、これ、T シャツ何サイズまでありますかね？今置いてあるの L サイズまでしかない。残念。あ、今着てますね。あ、着てますね。素敵だわ、やっぱ女性、素敵な女性着るの、こうね、いいですね。はい。何気に。結構ちょっと。あれ、山田さん？どうぞどうぞ。あら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 。あなた、吉永小百合さん大好きね。そう、大好きね。村上に続いて。そう。だから今日はね、佐渡に行くってことで、はい、あの、なぜ今日オレンジを着たかっていうと、小百合に近づきたい。なのでちょっとのあの似たようなこうね、はい、その努力認めますか。あ、しっかり持たないと。そうね、まあ、たまにこうね入れることもありますけれども、ここは山さん何どこ行ってるの。なになになに、ほらね、アーティストの人とかさ、みんなこっち行くんだろうね。ちょっと本当、こんなマーク初めて見ましたよ。えこんなマーク人気本当にゴーストバスターズもびっくりぐらいのマークですよこれ。ほんまなの、何これ、もうダメって。うん、山田さんダメ、これダメってことでしょ。これマッサージチェアみたいな、本当だ、高級椅子が並んでおりますけども、本当だ。ここも、まあ、お値段ね、あれですけども、ちょっとランクが上がると、このね、本当にこうリクライニングっていうか、うん、あ、どうぞ。切れないからさ、待って、絞りましょう。トキワバーガー、トキワ丸限定。あ、これ行こうよ。ルレクチェソフト、トキワ丸限定。え、ちょっと聞いてみて、聞いてみて、何でした。トキワバーガーは、すいません、パンの方が切れてまして、はい、ないんですよ。まさしく限定じゃないですか。申し訳ない。え、何、どういうこと、どういうこと、どういうこと、パン切れちゃった。パンが切れてる、ごめんなさい、俺も動揺して滑舌悪くなってるわ。パンがないって。いや。いいね、これ何これ。え、これ何？ルレクチェ。ルレクチェ。ルレクチェの香りがさっぱり。幸せ。強いですわ。本当ね、今日風が強いですね。風が強いのか、この船のスピードなのか。ね、でもほら、佐渡がもう目の前です。来ましたよ、佐渡。いや、
ほどいる船の旅もいいですね。楽しいね。だってずっと私飲んでたよね。飲んで喋ってね。飲んで喋ってね。あ、なんか外見える外見えるとか言って。そうそうそう。本当、改めて言っていい、うん、俺たちみんな仲いいね。じゃなかったら100回もできないって。いや、そういうことだよね。うん、本当そういうことです。え、あ、そうだ。いやいや、無事、無事、はじめまして、山田と申します。フェイスブックでは。あ、そうですか。フェイスブックの画面では、はい。今日一日お世話になります。よろしくお願いします。ということで、100回100回ですよ。佐渡に来ましたね。佐渡来ましたね。時は丸に乗って、乗ってね、説明しますと、はい、かなり揺れましたね、今回は。そう、あのね、私もね、今までにこう結構佐渡来てますけど、はいはい、もう最高に揺れましたね。でも別に僕らは気にしない方なんですが、一、うんうん、人ダウンしてる人がいました。そう、この100回記念なのに、番組のディレクターが、はい、でもそのディレクターといってもアーデコーデの1回目のゲストですからね。それも本当不思議な縁というか、まあね、わかりません、人生わかんないですね。ねえ、人生も何が起こるかわからないってことです。わからないですけどね、いろいろとフォローしたいところがいっぱい出てきましたね。何ですか？ VTR の中にね、カモメって僕たち言いましたけど、カモメじゃないですか？あれは違うみたいですね。何ですか？あれ、あれ飛行物体ですか？あれは飛行物体ですけど、あれ何なの？名前本当は聞きましたよ。海猫だそうです。海猫というそうで、ついカモメって、ね、そうで、あの時ほらデッキに出たじゃないですか、うんうん、でみんなカッパエビスあげるのね。はいはい、そうなんですね。カッパエビスあげて、はい、でこうすごい勢いで来るでしょ、うんうん、それでヒューッとか言って、はい、子供結構ビビってたよね。ビビってましたね。いや、それにしてもあの結構いいもんですね、船旅も。そうそうそう、あ、ほら船に乗ってる間の2人のテンション高いっていうね。いやいや、ほんとごめんなさい ね2人だけしか映ってないんですけど、スタッフみんな盛り上がってましたから。そうそうそう、みんな飲んでたからね。飲んでた、まあ、1人だけダウンしてたということで。そう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 、はい、時は丸ってね、皆さんもせいちゃんからもありがとうございます。いつかスイートルームで。そうね、うん、いつかスイートルームからアデコーデやりますか。やりましょうね。まだあそこでバツでしたからね。まだね、人はダメ。人って書いてるのがまあまあね。人はダメっていうか、はいはい、とにかく、うん、あの入れる人の権利がその証明されるものがないとダメですね。そういうことですね。いくらなんだろうね、うん、スイートルームってね。調べましょうね、このね。本当に、はい。佐渡汽船はいつも寝てるから初めて時丸の中見たって。いいですよ、よかったですよ。いや、でもね、ほとんど皆さん、うん、寝てますよね。寝てますね。二等席は二等席なので、絨毯席は、はい、みんなほとんどこう布団をこうかけて、うんうん、もうね、慣れてるわ皆さん、そういう方々は。あ、そっかそっか。で、あの一応こう壁側っていうか、こうおなんていうの、追っかかれるところにこう席場所取って、うんうん、そしてこうね、あの佐渡汽船の、あの文字の入った、うん、はい、あの緑色の、うん、あのタオルをかけて休むっていうね。あ、佐渡は行ったことないです。あら、今日一日この番組を見ていただければ、まあ、佐渡の良さがもっと分かりますよ。もっと分かりますよね、はい。で、まあ、佐渡についてってことですけど、うん、もう本当、あ、この場所の説明をしなきゃいけないですね。まあね、あの VTR 最後に素敵な方と握手して、はい、そのまま僕らいますけど、はい、その方の家です。ああ、もう出ますか。あ、家の映像もね。こちら家の、これすごい紹介の仕方です ね終わりも終わりこれ外観だけじゃないですか。本当にカモ湖からね、とかね、なんかびっくりした、いきなり、いきなり普通なんかこう家の外観で愛とか言われても ね表札に愛だってあるわけじゃないじゃないですか。つまり愛田さん家です。そうそうそう、愛田さん家、愛田さん、愛田さん、愛田さんなんですけど、まあ、もうちょっと愛田さん引っ張りたいと思うんですけど。まだ引っ張るんだ。そうですか。いやでもさ、あの今回は、うん、あのどうして佐渡にいるかっていうと、100回記念に来たかというと、はい、まあ、でこで100回ですけども、うん、そのうちこう何回かこう佐渡に来てください、佐渡に来てくださいって言ってくれた方の家にいるんですけど、うん、いや、そう言ってもらって嬉しいじゃないですか。まあ、そうですね、うん、一回ちょっとツイッター読んでいいですか。いいです、どうぞどうぞ、はい。二等席で騒ぐのはマナー違反です。あのね、あのここは言います、はっきり言います。言いますよ、ここちゃんと伝えましょう。伝えましょう。あの場所では騒いでない。
本当に荷物を置いただけ、はい、岡田さん置いてただ け, だけあなたここで休んでなさいってね、はい、で私あとずっと外にいましたよね。あとねあのほらあのなんでスナックコーナーでずっとビール飲んでましたよね、うん、ビール飲んでましたはいはい、はい、お値段出たよ。スイート片道、うん、1、10、100、1000。おいそっから入んのか。あそう、ね、私、ね、数字弱いから桁が多くなると読めないのよ。ああ15,810円だって。はあ往復では。じゃあ山田さん大丈夫ですか、あの似顔絵描いたのほら1枚描けばほらパッやらしい話はね。まあまあ頑張ろうね、頑張ろうね。15,810円。はい。そっか、うん、片道だから、うん、往復なら、うん、かける2ってことでしょ、うん、かける2ですねまあいいやまあいいや、まあ、そう、あ、調べていただきました、ありがとうございます、はい、はい、いつかスイートで来れるように。いやでもいいですよ、サードは本当にいいです ね, いいね。そうですね、はい、はい、もう朝からワクワクしてました。そうですね。で、まあ、私が佐渡に来れたのもですね、うんうん、あるまあ企業のおかげということもありますので、はい、あの本当にあの今日は100回ということでもありますけども、はい、日々ね、はい、この番組を支えてくださっている、うん、あのスポンサーの皆様、はい、そして、私を佐渡に送り込んでくれた、はい、企業の方々のお名前を、はいはい、ちゃんと言いましょう。ちゃんと私は暗記しました、はい、さすがプロだからね。うん、あのリハーサルしないね。してないですね。しなかったね。どこにもあのカンペないですね。ないですね。ないですね。怖いわ。俺大丈夫かな。まあいいや。大丈夫です。はい。じゃあ行きますよ。行きますよ。山田満。松井ひろえ。アーデコーデ。100回記念スペシャル。イエーイ。インサド。この番組は異色亭法政丸。串屋風鈴。美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房、そしてスペシャルサンクス佐渡汽船。でお送りいたしますよく言った。いや本当皆様のおかげで100回を、ね、そうです迎えることができまして、そうでございます、はい、いろんな方々のご縁に恵まれ、はい、ね、ええ、とうとう佐渡にやってまいりました。佐渡にやってまいりました、はい、あのこの方がいなかったら、ええ、佐渡で、ええ、あのアーデコードやるっていうことは、はい、多分なかった。ぶっちゃけましょうか、はい、ぶっちゃけましょうか、我々はこのお宅に泊まります。そうです止めていただきます。止めていただきます。もっと言いましょうか、はい、夕飯お父さんが作ってくれたカレーをいただきました。そういうことですね、はい、あの本当にもう全てお世話になるということで、はい、そうです。スイートルームは遠いです。遠いですということで、はい、もうスイートルームに負けないぐらいの、そうですね、アットホームなお宅に今日はお邪魔しておりますので、はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、今日のゲストというかもうホストに、ホストですね、なりますけれども、はい、はい、佐渡でスーパーコシヒカリを作っていらっしゃいます、うん、佐渡アイダライスファーミングのアイダ忠明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですけど、初めて会った気がしないぐらいすごいフレンドリーで、濃い半日間を過ごしましたね。いや朝からね、朝からね、すごいすごかった。いやまだこの状況になかなか慣れてない。そうですか。我が家に関わる。そうなんですよね、相田さん家の。そうそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、これ相田さん家なんですよ、はい、自分家でちょっと緊張してる。あ、緊張してるんですか。あ、そうですか、すみません、もう全然ここで寝ちゃえるぐらいな。ね、かなりくつろいで、かなりくつろいでますけれどもね。こんな状況です。こんな状況です。全部映しましたね。こういう状況なんですよ皆さ ん, そうなんです。どれだけ間とか広いか油断してたんでしょ。油断してましたね。油断するとね怖いですよ、ね、本当に。
いやでもね、こう相田さんのお宅に、うんまあ、今日は来て、うん、ああでこうでをしようということで、はい、もうスタッフ、うん、もう機材も持って参りましたけれども、はい、でも本当に相田さん、はい、改めましてありがとうございます。よくいらっしゃいました。いやありがとうございます。まあまあ、ひろえさんとはもうつながりがあったという。そうですね、そうですね、はいはい、ちょっとした縁で、はいはい、どういう出会いだったんですか。自分が長女の娘の PTA、うんうん、小学校の PTA の副会長をやってた時に、はいはい、地域でそういう、こう講演会みたいなのを企画しまして、うん、そこにひろえさんが来ていただいて、はいはいはい、絵本を読んでいただいて、はいはいはい、そういうのがご縁でね、はいはい、でそっからですか。その時に初めて会って、はい、あのお仕事何してんですかって、はい、お米作りしますって言ったら、うん、もうあなたの米食べたいってのっけからいきなり言われて、うん、いやじゃあとりあえず送りますと、で買おうって言われたんですけど、いやいや、まあ、とりあえず食べてくださいって送ったら、うん、そうですね、すいません、いつもの手なんですよ。この方の、多分あの相田さん、私が今日ここに来てもう分かったかと思いますけど、とにかく食べることが大好きなので、なので、まあ、お米作ってるって言えば、私も本当に体半分以上米でできてる人なのでもうね、もう米大好きだから、はい、もう米作ってるってす、もうね、それはもう食べたい、うん、いやでもびっくりしましたね。あ、初めてでした。あ、そうですか。まあ、だって二子と三子としか喋ってない素性も多分分かってない、はいはい、PTA の多分役員で、ええ、こう玄関入って、はい、こう部屋にお連れする段階の、はい、ほんのもう数分ないし、まあ、30秒ぐらいの間でいきなりみたいな、この方ね、あのアナウンサーのいいことっていう言葉を武器にする時ありますからね。ね、でも本当にそのお米を送っていただいて、はい、私は本当に美味しいから、あの、みんなに食べてもらいましたよね、スタッフに。そうですね、あの、はい、びっくりした、あれは、ね、あの、まあ、あのスタッフにはこうまかないの、うん、でそれをあの本当に何もつけなくてもいいですっておっしゃってくれてた、あの、うん、本当にスーパーコシヒカリなので、それをあの、ね、こう握って、はい、みんなに食べたら美味しいって、ね、見ました、はい、家族でみんなで見てて、はい、出た出た出たって。いやもうね、本当何が縁になるか分かんないですけどね、うんうん、あ、じゃ あ今来ました。今までカンペで提供言ってたのって、はい、カンペなかったんですけど、一、ね、つ増えるだけで難しいもんなんですよね。そう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 、あと、まあ、書くかなと思ったら、特に100回目だから丁寧にとかって思ったら、はい、あ、相田さんこんなところにビールが持っていった今、いいですか、すいません、おい、 いやだって100回ですよ。いやもう何にも喋ってないじゃん今。え、何が、え、あ、いいですかってじゃあまあ山田さん、はいはい、100回、いやいや100回記念、はい、いや本当にすいません、すいません、私もやっぱりグラスお願いします。そうですね、はい、あのすいません、何でもいいんで、あの、はい、あの湯飲み茶碗でも何でもいいんで、すいません、グラスいただいてもいいですか、すいません。じゃあもう大ジョッキ、大ジョッキ、あ、大、いや、あの中ぐらいで大丈夫です。もう相田さん、もうすいません、もうちょっとじゃあ ビールこれ、はい、もうなくない、なくない、全然なあ、まだビールも足りてる、すいません、どうもね、あの、すいません、またね、カメラがそっち抜くかもしれません。そうです、そうですか、はい、うすごい番組ですね。え、何ですか、のっけから、あ、のっけからですか。いやいや、まだこんなもん序の口ですよ、全然大丈夫ですよ。あ、ありがとう、はい、ありがとう、はい、今、うちさん、はい、はい、あ、じゃあ、あ、すいません、あ、これで大丈夫です、私、はい、ね、はい、ありがとうございます。いやー、ほんとね、100回ですからね、まあ、今日はパソコンの前とかスマートフォン前の皆さんも、はあ、もしよろしければ乾杯ということでお願いしたいと思います。はい、はい、では乾杯のご発声は山田充さん。あ、僕ですか、はい、相田さん、今日はお世話になります。乾杯、乾杯、乾杯、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます。やったー、これ本物ですよね、本物です、本物ですね。だって今日はいくら飲んでもいいんだよ、いくら飲んでもいいんだよすいません、あ、うまっ、おいしいっすね。あれ、ひろえさんと口喧嘩しても負けそうって、あ、勝てるわけないじゃん、あの、私ね、これはね、うん、あの本当に自信があります、うん、まあ、ああ言えばこう言うっていう、いやもう本当にだからこそああでこうでっていう場合があるわけで、そういうことでございます、はいはい、ちょっと詳しくも一回相田さんを、はい、そうです、はい、相田さん聞いて、私だってあの本当にお米作ってる人って知ってるから。そうだけどさっきいいですか、はい、ですか、家の外観だけしかちらっと映ってなかったのあ、はいはい、あれもちょっと寂しいなと思って、あ、はい、はい、うん、
畑、田んぼもあるんですね。そうですね、田んぼですね、お米作りを、はい、しております、うん、まあ父がもともとお米作りやってまして、うん、それをまあ4年前ぐらいに継いで、うん、今昨年まあ株式会社になったんですけども、うん、まあ、本当にお米作りだけをやってる農家ですね、うん、米作りだけだけですね。野菜とか他のやらないでも、水道経営と、まあ、農業、うん、お米作りだけを、うん、やってますね、はい。格別に美味しいそのね、うん、いやいや秘密は何だろうと思って、今出てますけども、これ斉藤さんが撮ってくれた空撮です、ですね、これ出発っていうか、これはすごいな、すごいでしょう。ちょっと皆さん見ていただいてますけれども、これがですね、相田さんの今、はい、こちらは新保地区なんですけれども、すごい、うわ緑が綺麗で、今日ね昼ちょっと田んぼの方にも行きまして、はい、でこれがですね、この相田さんのところの、おお、すごい、ね、この映像は初めて見ます。あのね、やっぱり、うん、素人っていうか農家じゃない僕らでも分かるように、うん、はい、あ、こう、いやすごい、ね、あのね、やっぱりあぜ道も緑でしょ、そうですね、もう本当にこの地域、はい、まあうちだけではなくて本当にこの地域全体でみんなで草刈りをするっていうのをすごく一生懸命やる地域なんで、まあ、いわゆる無農薬、無農薬のところもありますし、はいはい、まあ、やっぱりこう除草剤を使わないで、やっぱりこうあぜ道をしっかりと守ろうっていう意識が高いのと、やっぱり米作りに対するこう意識がやっぱ純粋で一生懸命な方が多いんですよね。高く売ろうとかそういうことじゃなくて、やっぱり自分のあのこう職人魂で一生懸命やってる方が多い。やっぱりいいものを作ろうと、いいものを作ろうと、もうそれば分かってくれる人がいるだろう。そうですね、もう1ヶ月に1回の草刈りを徹底してるんですよ、うん、それって本当にこう簡単なようで難しい作業の合間の中で、でまあ本当に一生懸命やる方は1ヶ月にまあ 1.5 とか2回ぐらい草刈りされる方もいらっしゃるんですけど、まあ、草刈りしてるのっていうのはさっきの映像の分かるような緑ですし、まあ、ちっちゃい野の花がいっぱい咲いてるのがやっぱり一番の証拠なんですよね。まあ除草剤やってもそれでもやっぱり草の生命力ってすごいあるんで、またこう緑っぽくなるんですけども、やっぱちっちゃい野の花っていうのは除草剤やったところでみんな消えちゃうんで、そこはもううちの地域の田んぼはどこ歩いてもちっちゃい野の花がいっぱいあるんで、すごくやっぱり気持ちがいいと思います。ちょうど今何センチぐらいですか、長さは。だいたい背丈が80センチぐらいまで来てますね。80センチぐらい、はい、今日ちょっとねいい風が吹いてて、そう風が吹いてね、絨毯のようにね、あ、そうですね、この波打ってるわけです、はいはいはい、やっぱうちのこう地域で、はい、まあ、いわゆる佐渡の中でも真ん中の平野なんですけど、はい、うちはあのちっちゃい時からこう田んぼ出る時は、はい、こう沖に行く、沖に行こう、沖に行くっていう、いわゆる山水の中の、そうなんですよ、小さい時は意味がよく分かってなかったんですけども、でもやっぱりこの大海原のような稲穂を見て、まあ今は緑ですけど、ね、秋になれば黄金の波がなるんで、まあ、それはやっぱり確かに大きい波を、波、ね、うん、そういう表現って表現になるんでしょうね、はい、今本当色が変わっていくんでしょうね、これから、これが変わって、もうあの穂が今度出てきますんで、穂が出ると一気にまた全体の色が変わってきますから、もうどんどんこう日々毎日色の変化っていうのは田んぼに出れば出るほど、また朝昼晩の稲の色も全然違ってくるんで、それもやっぱりすごい面白いですね。めちゃくちゃ愛おしく見えましたよ。ああそうや、そうですね、本当にね、あの集落を出るとブワーってね、はいはいはい、緑が広がって、はいはい、で向こうには山が見えて、もうあの金木山って山が、千名滝の山がありますね、いやでもね、相田さんの、まあ、スーパーコシヒカリなんですけども、はいはいはい、まあ、特殊な製法というか、うん、他ではやってないこうお米の作り方をされてるんですよね。まあ、あの本当は、まあ、皆さんでも取り組める、うん、やり方なんですけども、はい、まあ、一つは、まあ、あの牡蠣の、カモコの牡蠣の殻を使って、カモコの牡蠣の殻を使って、はい、それで、まあ、水を浄化したりですとか、粉末にしたものを田んぼに撒いたりとか、あとは、まあ、浄化作用があるんですか。そうです、やっぱりこうカルシウム、ミネラル、亜鉛っていうのが溶け出したりですとか、
でそれもまあ一つのうちの方法ですけども、うん、まあ、あのうちのスーパーコシガイっていうのは、まあ、愛だけさん佐渡スーパーコシガイっていう名前で販売してるんですけども、うん、まあ、あの合併する以前の15年ぐらい前に、うちの父がの米がまあ長い間10年以上こう一等米が出たりですとか、うん、まあ、8年連続佐渡市のこう品評会で賞をもらったっていうのを契機に、うん、あの佐渡市と県とかがうちの米に、うん、佐渡スーパーコシカリって名前を付けていただいて、うん、それでまあこう検査が、こう実証法みたいな感じで付けられたのがまあきっかけではあるんですけどもね、はい、でも相田さんは、うん、まあ、初めからお父さんの後を最初から継いでいたわけじゃないですよね、はい、そうですね、父もまあ実は脱サラで農業を始めたうちですし、私も特に父からはこう農業だけをやれみたいな感じで育てられてませんから、でもなんかこういろんなまあこう家族の内情とかいろんなことがありましたけども、まあ、気づいたらこう農業をやる流れに乗ってたっていう感じですね、まあ、不思議、気がついたら農業ってやれるもんですか。いやーなんかそういう時の流れに身を任せるんですか。で気づいたらなんか皆さんがここにいるみたいな。何年ですか米作りは。丸4年経って今年5年目ですね、はい、やっぱりまあ私も要は父が現役でいて、今日の朝もこう5時から田んぼに出て、私の父の間での稲作指導会みたいなのを定期的にやるんですけども、まあ、全部の田んぼを見て回って、田んぼの状況がどうだとかっていうのを全部チェックしながら、で昼間やる仕事を私がそれを聞いて仕事をしていくみたいなのを毎日繰り返してるんですけども、まあ、それはやっぱ父がいるっていう影響力が非常に高いですね。はい、あ、いやね、あの佐渡の人たちって佐渡っていうなんか皆さんプライドとなんかブランドみたいなね意識があって、結束のなんか合言葉になってませんか。いや、それは自分もやっぱり30中盤ぐらいからやっとこう分かってきたような感じですね、はい、それは佐渡っていうブランドっていうのはすごく力があるなっていうのは。そうですよね、はい、まあまあ割と地元の人ほど、はい、うちの町なんか何にもないよ、うちの町なんか本当もうどんどん人がいなくなってダメになってるからって堂々と言う人たちの方が多いのに、いや佐渡ってって自分たち言ってるっていうのがすごいなと。いやでもやっぱり結構ここ数年本当に、あの佐渡市外の方たちが、特に新潟市の人たちが結構佐渡に遊びに来てくれてるんですよね、私も大学がまあ新潟大学だったんですけども、地元の友達長田が佐渡って近くて遠い距離っていうか、まあ、修学旅行で行ったよぐらい、でも昨年ぐらいから家族で、あの1泊2日で来てくれたりとか、うちに寄ってくれたりとか、そういうのは今までなかったですね。それはやっぱりこうここ近年のいろんなまあこう佐渡の PR、の方向をうまくいってたりとか、まあ、逆にこういろんなメディアの方が佐渡を取り入れ今回のようにいただいたりっていうのがつながってるなっていうのすごい実感してるんで、より自分たちの佐渡にいる人間が誇りを持ってやっていかなきゃなっていうのをすごく今感じてるような状況ですね。どうするとそんなみんないい人になれるんですかね。気持ちのいい方々ばっかり、ま、祭りってすごい佐渡人好きなんですよ。その祭りのつながりもね、祭りのつながり大きいかもしれないですね、はい、さてもう今日はですね、もうあの相田さんの仲間たちも今日はたくさん皆さんいらっしゃるんですけど、その中でですね、キッチンがすぐ近くにこうあるわけなんですけれども、今日はなんと、はい、お出ました、ね、相田さんご紹介いただけないですか、今こう画面に映ってる方々、料理人、なのか、何なのか、ちょっと待って、のっけから何だか分かんない。えもう何でもできる、何でもできる関根くんっていう、関根くん何でもできる、何でもできる関根くん、あのサドンっていう、 こう、はい、フリーペーパーを出してるサドンっていう、まあ、あの自分でこう、はい、いろんなことをやってる、その代表の社長なんですけども、以前、まあ、あの料理もやられてて、はい、侍っていうすごい侍、おものすごいセンスのいい、ものすごい料理ね。もうよく私も、あのビーチバレー仲間とか連れて、あの飲みに行ってたんですけど、はい、あ、これなんか料理しますよ、このようにこうね料理さばいて、はい、はい、お、なんかこれ何、ね、これ何、しし新太郎、あ、これ何、サドンの、あ、本持ってきましょうか、雑誌いいですか、あ、すいません、ね、これね、あの配信前にこういうふうに下準備をしっかりしてくださって、そうなんですよね、
このフリーペーパーですね。こう佐藤ね、はい、いい表情ねえねえ、ねえ、あえてほんとおじいちゃんおばあちゃんたちで、しかもそんなにこう、特にこうなんか地域の代表者とか、うん、そういう人ではなく、彼が佐藤殿に回って、はい、こう写真を撮ってあげたっていうおじいちゃんたちの表情を見せてるって、またすごくこれね、これね、僕似顔絵師だけに言いますけど、うん、はい、こんなに笑顔を向けてくれる人は、うん、撮ってくれる人の気持ちが伝わってないとこうなんないですよ、うん、なんないね、もう、うん、ね、いやでも本当そうですよそういうもんですよ、うん、そう、すごいですよね、うん、そのレンズの向こうにいる人に信用がないとこういう顔しませんからね、うん、でまあ、彼自身もいわゆるプロのカメラマンっていうわけではない、うん、人柄が出てるんですよね。さあこんなね、あのフリーペーパーを出せる方のお料理がどういうものなのか、はい、うん、いやすごく楽しみ、来るの、もうだってもう来る、あ、いやもう間もなくですよ。いや、いや私も久しぶりに関根の、はい、久しぶりに久しぶりに、もう店辞めてもう結構経つん、あ、そうなんですか。え、今すみません、準備満タンでございます。はい、食べる、お待たせしました。はい、あ、いやー、関根さんありがとうございます。はい、まず今日の一品目、一品ってことはまだこれ以外にあるってことね。そうですよ、もう、はい、あ、おー、ありがとうございます。これごま豆腐ですね。はい、こちらごま豆腐でございます。はい、あ、ありがとうございます、はい、これも手作りで。もちろんもちろん、ごま出るところからできましたんで。ごま、ありがとう、豆腐、ええ、茶巾絞りの、いいですか。だしはですね、はい、青だしで、あ、青だしで、あ、トビウオですね、トビウオで、いただきます。そういうことか、そういうことか、はい、もう佐渡はやっぱりトビウオのあごだしがすごい有名なんで、うん、あのこうそばとかだしで使いますよねどうどうどうなの、なんでこうさ、こう、うん、なんだろう、うん、手作りのやっぱり味っていうか、うん、こう佐渡のこう魅力を伝えたいって思うと、うん、ギュッて詰まったものを作ってくださるんでしょうね。美味しい、へえ、ちゃんと、まあ、なんですかね、うん、あの歯応えっていうか、うん、そんなに溶けてなくなるものではないですね、うん、しっかりしたものね、しっかりしてる、うん、いや、ごまの風味はいいね。へえ、なんで店辞めちゃったんですか、うん、うまいのこれ、おいしい。でももうだから、うん、向こうから友達とか連れてきたりとかすると必ず行ってたんですけど、うん、店の雰囲気がまたすごく良かった。へえ、ね、そう思えばなんかなおさらなんでやめちゃったんだろうねってね、はい、まあいろいろね。これめっちゃくちゃうまいわこれ、うん、じゃあ飲み映ってるはい、これどうしよう、え、一品目からこんなレベル高くていいの、うん、そう、すいません、いただきます、はい、すいません、買った、もう今日はね飲むっていう、飲みましょう、はい、はい、あれさん、お酒強いんですか。いやいやいや、あ、そうなんですか。全然あんまり飲めない。あ、そうです、え、飲んだらどうなっちゃうんだろう、相田さんは。いやいや、元気になるだけです。あ、元気になるだけ、いやね、ねえ、でもあの相田さんも、はい、お仕事、まあ、いろいろされて佐渡に帰ってきて、はいはいはい、ね、新潟市で、まあ、お仕事もされてるんですよ ね、 そうですね、はい、なんか改めて佐渡に帰ってきてやっぱり佐渡っていいなっていうか、どうですか。うん、それでもこう佐渡離れてて、うん、まあ、大学と社会人含めて約10年離れたんですけども、10年間の間にあの自分の今日も後であのこう一緒にやる同級生とか先輩とかがこう地元 の、 その伝統芸能とかつなげてくれてたっていうことがすごく嬉しかったんですよね。地元の祭りの5日ぐらい前にあの帰ってきたんですけども、3日後にはもう祭りに参加して、で10年働いたんでこう地域の人たちも自分がまあこうお似合いかってみんな知らない方が多いんですけども、それに出て一気にこう祭りに参加すると一気にこう地元に溶け込めるって、溶け込めるって一気にまた戻ってくれる、10年の時間が何だったのかぐらいで、そうなんだ、それやっぱり嬉しかったですね。今あの写真が出ておりますけども、
そうです、この鬼太鼓っていう、この佐渡の土下の、で、こう後輩とか先輩とかが昔と変わらず、さらにいいものをこう作ってくれてたっていうことが、やっぱりすごく感動しましたね。もう何だともっと何だ早く帰ってこなかったんだろうぐらいの、でこう私の知らないその青年会の昔話とかを結構聞くんですけど、ちょっと悔しいっていうか、それぐらいやっぱり地元から離れてて、まあ自分も新潟市内にいたんですけども、まあいろんな仲間も巡り合えていい時間は過ごしてましたけども、でも佐渡に帰ってこれたっていうのは、まあ、いろんなタイミングで帰ってきた、結果的に帰ってきたんですけども、すごく良かったし、こう10年という時間が一気にかっと祭りのおかげで縮まったっていうのがありますね。でその10年経って佐渡に来た時には、独身だったんですか？いや、もう妻がいて。あら、どこで出会ったんですか？すみません、今日は正直に何でも喋ってくれますよね。学生時代に、あれ照れてるなんかね、スポーツクラブでインストラクターやってたんですけど、そこに、社員として入って、学生時代に私がバイトだったんですけど、妻は社員で、社員で、それでまあ最初にこう運動指導の、指導したのが私だったんですよ、それがまあ出会いですね。で、まあ妻の友達が、ちょっと映るんですよ、普通にすごいな、抜くね、抜きますよ、この距離一気に抜きますよ。それでそれでまあ妻の友達がバレーボールをやってる子が2人ぐらいいて、それで結構私がまあ大学バレーやってたんで、その友達の付き合いでまあ見に来たりとかしてて、それでなんかこうバレーボール本人も体操やってたんですけども、バレーボール結構好きで、で自分がそのビーチバレーとかをまあ苦手で始めてた時期 でビーチバレーやってたんですよ、その時はもう。でビーチバレーのこう試合とかに女子のジムに出てくれたりとかして、それでまあだんだん仲良くなってきたのがきっかけです、ね。あ、バレーボールが。そうですね、はい。国体選手なんですよ。聞いたわ。びっくりしたそれ。いやもう今もう20キロくらい増えました。ジャンプしたら膝に来そうな感じ。膝は痛いし肩は痛いし、でも前のイメージやっちゃうんで、もう試合終わるともう2週間体動かないとか。国体選手持ってたでしょ、バレーボール。ね、いやでもなんかこう初めてその、高いレベルで試合をした時に、いわゆる実業団とかとやった時に、自分のレベルがまあここまでなんだなっていうのを痛感したっていうか、でもその先になんか全日本が見えたとか、あの人たちはものすごい世界で戦ってるんだなっていうのがちょっと垣間見れたのはありましたけど、でもまあそこですごくでもいい経験はできましたし、私も佐渡にいて特にこうね、こう本当に底辺からこう行ってきて、高校時代とかにテレビで見てたような後輩とかがと一緒にチーム組んでた時っていうのは、まあ自分なりに頑張ればこういうとこにも登ってこれるんだなみたいな、身長も自分そんな高くないですし、手足もそんな長くないんで、特にバレーボールも上手くはなかったんですけども、まあでもこう一生懸命やっていくとこういう人たちとの世界にも来れるんだなっていうのはちょっとバレーボール通して実感はしましたね。でも巡り合ったのが奥様、ね、そっちに行っちゃったわけですね。でもごめんなさい、奥様が新潟で、まあ、市内で結婚されて、でその時は帰るなんて夢思ってなかったか、思ってはなかったですね。ね、それが突然佐渡に帰るよって言って、奥様はじゃ納得しやっぱ来てくださった。そうです、妻もこう、インストラクターをずっと続けてたんですけども、結構こう地域 の、おじいちゃんおばあちゃんとかに教えたりするのをやりたかったんですよ。で、まあ、佐渡に来るった時も、佐渡出身新津なんですけども、新津でもこう自分たちそういうことしたいなって思ったんですけども、まあ、佐渡に来てもだからいくらでもそういう機会があるんで、まあ、その自分たちでこうおじいちゃんおばあちゃんに教えるようなことをやったらどうかなみたいなので、本人もやりたいって思いで来てくれたっていうのと、あとは、いましたね。でも豪華やるよってことでしょ。でもいや、その時はまだ米作りやるかっていうのは、その時は違うそうなんですか。それでじゃあバレーボールできるんだったらっていう、そうですね。あとまあ本人は結構あ、そう、だって愛だけみんなで作ってんだもん、米。そうですね。
家族全員おじいちゃんが作ってくれたんですよ、左手にあのね脱サラして脱サラして、まあ、農家始めて今日も美味しいカレー作ってくれるおじいちゃんがいるわけですよ。はい、で隣にいるお母さん、ね、で隣にいる奥様、まあ、おばあ様ですけども、はい、お綺麗だね。いやいやいや、でね、あの今日もサラダの多分あのキュウリとかトマトとか、うん、スイカとか多分作ってらっしゃると思うんですけどもお料理上手な綺麗なお母様、はい、うちの袋みたいにいいかなとかって言わないでしょ。いやいや、もういつもはもう怖い、怖いですか、そうですか、しょっちゅう怒られてます。いかま新潟弁ですか、なんて意味ですか、え、いかま、いかまっていいかま、え、何それどういう意味、え、なんで、いかま、いかまみたいな、いかまを、いかま、その後そっくりなんでしょ、その後そっくりなんですよ、その後コーンって出てくる。家族全員でこうね、うん、そうですね、お供作って、はい、まあまあ、妻もでももともとやっぱり運動好きだったんで、うん、家で家事してるよりも、うん、もう田んぼ出て草刈りしたりとか、うん、田植え機乗ったりとか、ね、かっこいいですよね、バンバンやってますね、かっこいいんですよ。でもなんかさっき可愛い子女の子が言うのお子さんでしょ、うん、そうですね、さっきあの階段のとこで本読んでましたけど読んでましたね。だから佐渡に来た時にはまだ3歳4歳ぐらいですかね。あ、そうですか、はい、はい、あんなになっちゃいましたね、ちゃんとアタックしてたんですね、アタックしてましたね。ちゃんとこうその繁栄はちゃんとそうですよ、また代々こうまたね、いや、まあ、子供ですよね、みんな夢はもあると思うけど、家族でもだってね、あの田んぼ出て農作業ってやって、うん、田植えしてとかね、うん、稲刈りしてとかで祭りやったりとか、そうですね、はい、そういう多分みんなでやってると、うん、きっといずれ子供たちも外に出たとしてもまた戻ってくるっていうね、うんうんうん、まあなんか単純にこう、まあ、どういう世界に行こうが、うんうん、まあ、米作りとか農業っていうこと自体が、うん、こうマイナスなイメージにはなってほしくないなっていうのもありますし、まあ本当に、うん、いろんな方がうちに来ていただけるんですけども、今回も本当に単純に言うとうち米しか作ってないですから、まあ仕事は何って米作り、うん、やってると、こんなことが、いやだからねすごいんですよ、あやさんとこはね、あのね、あの外国の方もいらっしゃいますし、もうね、あのね、いろんな方が来る、学生さんも来るし、もうみんなウェルカムなの、うんうん、ウェルカムはウェルカムですね。お父さんが大体ウェルカムみたいですね。こ うちのお袋とかも英語喋れないですけど、うん、ヒッチハイクで困ってる外国人とか乗せちゃってきますからね、でね、まだね、相田さんちね大きい車があるんですけど、私それに乗って今日いろんなとこ行ったじゃないですか、はい、じゃあその写真を見ていただきたいなというふうに思いますが、あ、そうですか、あ、その前にすみません、2品目が、おすごい、はいはいはい、はい、続いては何ですか、枝豆のですね、はい、枝豆の冷製スープ、すげえこれ、何佐渡の枝豆と佐渡の枝豆玉ねぎ、すげえ、もう見た感じ、綺麗これすごいね、あ、ちょっとね、器がしゃべおっしゃべちょっと、ね、あの、すいません、あの枝豆というと、はい、ごめんなさい、あの新潟市で言うと、はい、黒崎茶豆がやはり有名なんですけども、はいはいはい、佐渡も負けてない、佐渡もすごく豆、枝豆、ええ、これ枝豆なんなんて、ね、なんて名前ですか、佐渡の枝豆って、ダダダダ、え、ダダ茶豆じゃないじゃないな、佐渡さんの枝豆、結構でも有名ですよ、最近力入れてるんですか、はい、力入れてます、へー、でもなんか本当は、ね、え、時盛り、まあ多分その、まあね、写真がまず、はい、まず山田さんどうぞ、いただきます、牛乳も入ってたって、佐渡牛乳も、はい、ん、そうして先香りから、いやーすごい、美味しい、あ、うん、後から来るわ枝豆が、ね、あとすいません、これあの私あの明日水筒に入れて持って帰ってもいいですかっていうぐらい美味しい、美味しいっすね、なんかでもいろんな味が混ざってますね、いろんな玉ねぎと、うん、牛乳と、すごいバランスよく、いやでもね、うん、これはね手間がかかってる、うん、だってあの枝豆ですよ、枝豆のだって皮とか大変ですよね、出すのね、子供と一緒に剥きました、あ、前の感じ、子供と一緒に剥きましたって、もう、いやもう、うん、関根の子供も鬼太鼓がまあまあ好きで、あ、そう、
そこら中引っ張り回されて、練習とかで音聞こえると、もう行きたいって、そこら中行ってますわ。関根さん、はい、ごめんなさい、これお店で出すとしたらおいくらぐらいですか？いくらぐらいでしょうか ね、 ねこれは美味しい。これいくらにする？ひろえさん、これお店に出すんだったら、結構高くてもいい、高くてもいい、え、これどうしたらいい？これ800円以上、うん、いやでもいいんじゃない、いいとこそれくらいのいいよ ね、 ね、うん、おいしい。1000円でもいいかもしれない。おいしいですね。おいしい。いや、あのこの部屋、あのクーラーないんで、うち、え、風すごいいいですよ。はい、でもうちクーラーないんで、もう関根、君と今回料理話した時に、できるだけこう涼しい涼しい料理頼む。なるほど、そうか、冷静じゃずっと言ってます。いい友達持ってますね。持ってるでしょ、本当だ。じゃあちょっと今日佐渡で来てどんなところを回ったのか、うん、そうですね、皆さんに見てもらいたいと思います。はい、はい、ではお願いします。はい、これが乗っけたらこれかい。来てますね。これはですね、これあの相田さん、はいはいはい、これあのね、時の森、ですね、時の森公園に行ったんですけど、はいはいはい、駐車場に着くなり、目の前に現れたのが、あのこうなんていうんですかね、スイーツ小屋みたいなショップ、スイーツショップにしましょう、はいはい、小屋じゃないですね。そこでえ、これ何ですか、柿の、あ、時色スムージー、スムージー、時色スムージーで、はい、おけさ柿を使ったスムージーだったんですよ、うんうん、そうですよね。私はもうそれしか目に入らずに、車から降りて速攻そこに向かって、ね、黙ってきましたね、黙ってきましたよね、はい、俺あのひろえさん見つけられなかったんですけど、それをひろえさんの写真を撮ろうとしてる山田さんを見つけて、あ、ひろえさんがあそこにいるんだってでしょ、これどこ行ったんだろうと思ったら、ね、早かったっすね。時色スムージーもね、美味しかったですよ。食べてますね、はい、でこれがサドッキー、サドッキー、サドッキー、サドッキーですよ。よくトッキーと間違われますけど、トッキーと間違え、トッキーと間違え、サドッキー、サドッキー、サドッキーこうお迎えしてくれましたね。そうですね、はい、でこんな風に写真を撮らせていただいて、はい、私じゃないですよね、これは説明してくださいね、はい、ここは相田さん案内していただいた場所ですよ。聖水寺っていう清水寺をこうも、あのモデルにして作った、はい、もう1000年以上前のお寺ですね、はい、今こう住職の方がいらっしゃらないんですけども、でもすごく立派な観光名所でもあるようでないようなこう場所なんですけども、やっぱ皆さんお連れするとまずこう入り口からの雰囲気と一個一個のこう門をくぐった後のこう見える世界観が全然違って、違うんですよね。ね、清水寺と書いて聖水寺っていうね、まあ、あのおそらくその奈良ですよね、京都、京都ですね、ごめん、京都の清水寺にゆかりのある方々が佐渡に来て、で故郷を思い作ったって、うん、ですね、想像できますよね、はい、そうなんですよ、もうねこれは誰ですか、カエル、コケですね、あ、コケ、カエルがね、カエルがね、いてね、サドガエルかな、サドガエルかなっ て、 かなっていう逃がしましたけどね、はい、登っていってますね、登っていってますね、ちょっと趣のある感じでね、はい、階段もちょっとガタついてるんですけども、逆にまたこれがこう、すごく趣があるっていう感じではね、これ中入ってびっくりしましたよ、そうですね、まさに清水寺の舞台のような、そうなんですよね、門をくぐった時にあれがさっと見える、そう、また今日太陽の位置すごい良かったですよ ね、 そうそうそう、上にこうちょうど真上にね、また、まあ、ここでもまた佐渡でイベントが、そうですね、はい、ダイニングアウトっていう、 こう食事ができるような、あの一泊ちょっと高級なツアーが限定で、ありまして、ここでこうシェフの方が、ここで揺れ時に、まあ、今日あの関根君もそれに、ものすごくこう関与してる人間なんですけども、ろうそくのこう炎がこうあるような感じで、
幻想的な雰囲気にはやっぱりなりますよね。昼間なんですごくいろいろ見えますけども、うんうん、はい、あの夜になるとまたこう幻想的で、またそこにろうそくの光が当たるっていうのはすごくまた違いますね。あ、そうなんですよ ね、 この建物ができた頃には、はい、ねえ、いろんな方がここに関わってたんだろうなと思うと、そうですね、ねえ、これ本当作りなんか立派でしたよ、ね、そうなんですよね。そうなんです、はい、でもここを管理してる方っていうのは、今はちょっと固定の方はいらっしゃるんですよ。まあ地域の方が草刈りしたりとか、はい、まあ、あの少しだけ消毒したりとかしてますけども、建物がちょっと今傷んできてるんで、でもやっぱりこれはなんとかこういい形で、そうですね、はい、今その地域でこれをなんとか維持していこうっていう動きが今始まってきてますんで、あのまたこうね、こういい形でつなげていければなっていうのは感じますね。はい、ね、ちょっとあの我々には知らなかった情報っていうのを教えてもらいましたけど、ね、そうですね、はい、この場所なんですけれども、うん、はいはいはい、詳しくお願いします。あの新居の中でも、うん、大野っていう地域でして、うん、まあ、簡単に言うとあの、うん、新居の大野ダムっていうのがあるんですけども、はい、大野ダムを目指していくと、あの途中の山の麓にありますね。国道からこう、はい、ちょっと外れて、どうですか、10分か15分ぐらい車で行くとありますね。ぜひあの皆さんこういうところがあるよという、そうですね、はい、清水寺、清水ですね、清水寺と書いて清水寺でございます。もし、はい、お金に余裕のある方、はい、立て直してください、はい、あと1億ずつぐらい出してください。10人ぐらい集まれば多分そうですね、だいぶリニューアルできると思います。もしも、いやでも本当にこの両側に見える木も本当に樹齢が長い、うそうですよね。でさらにこう進んでいくとまた樹齢、ね、はい、これは千年、ね、樹齢千年の大いちょう、大いちょう、こう民家の中にありますんで、はい、皆さんも最初、ここ入ってくるのみたいな、そうで、すいませんとか地元さんが先頭になってこうね、おじさん、おじさん普通にこう仕事、はい、まあ、当然慣れてますね、そうですね、まあ、どうすると千年って数えられるのかよくわからないですね。まあそこに書いてあったって言ったら鎌倉幕府より前だっていう、うん、わけですよね。ねえ、でもまあ僕らもね、せっかくこの木にあったので、あの長寿の木ですから、うん、あ、そうですね、触れてきましたよね、はい、もう大丈夫ですよ、パワーもらいましょうと、はい、はい、生命力ありますね、はい、これ誰かに追われてる僕です。そう途中から追っかけられたんです、はい、あ、シェフみたいですね。誰でしょうねこの方。どうしたんでしょう、続いていったところなんですけども、はい、続いて、そうです、はい、あじさんに連れていったのが、はい、あの沖の森公園とはまた別に、はい、あの国が直轄している環境省の、まあ、あのゲージがありまして、まあ、あの時の森公園の奥に時の保護センターがあるんですけど、はい、そこでまあ孵化して、ある程度大きくなったものがここに来て、野生復帰するまでの、はい、まあ、訓練センターみたいな、時の訓練センターみたいなところですね、はいはい、ここですね、はい、ここですね、うん、はい、野生復帰ステーション、野生復帰ステーション、はい、ここに行ってまいりました、はい、で実はですね、うん、結構ね駐車場からね、そうですね、登ってきましたね、登りますね、4、5分、はい、あの、はい、山田さん B さんだった B さんまさかこんな展開になるとは思ってなかった、結構蚊にも刺されましたね、蚊いましたね、蚊いましたね、でここに あれがケージなんですね、そうですね、はい、はい、よくテレビで見ますね、ここ、そうですね、そうですよね、はい、でまあやっぱりできるだけこう、ああほらこれ時にね、こう自然な状態で慣れさせたいんで、はい、ゲージからもやっぱりちょっと遠いところに、あの見れる場所があるんで、うん、なかなか見に来てもそうね、こうなんか時が見えるっていうわけではないんですけどね、まあやっぱりこういうところでまあやってるんだなみたいなのを体験するような感じですね。モニターがねこうやってありますので ね、 そうですね、見れますけど、そうこういう角度で見る、そうですね、だから、うん、時見に行くっていうよりも時のゲージを見に行くまあね、ゲージがこれなんだみたいな、まあそうですね、はい、ちょっとあのちょっと隙間からまあたまにちょっと見ますけど、ちょっと見えたとかね言いながらね、でも普通に飛んでるんでしょ、そうですね、うん、普通に飛んでますね、普通にっていう言い方しますよね、はい、もう一番やっぱり朝方の仕事でよくやっぱり餌食べてる様子はよく見ますね、でまあ
あとはこう今の時期はだいぶ暑いんで、昼間とかは時も暑いですから、こう巣の方日陰にいるんですけども、あのまあ春先は本当に朝方とか、あと秋になってまあ涼しくなると稲刈りが終わった田んぼにもちょこちょこ現れて、はい、あの普通に3時4時ぐらいとか2時ぐらいでも時がさりと一緒に刈り取った田んぼのところで餌ついばんでたりとかしてますね。じゃあ明日の朝も5時起きで。そうですね。どうしようかな、自信ないわ。でも結構な声で鳴くんでしょ時って。結構もうそうですね、あのスナックのママみたい、地方のスナックのママみたい酒焼けしたような。あ、でもやりましょうか。僕の行きつけの店のママは2本しか歯がないんですよ下に2本しかないママなんですけど、みつるちゃんそんな感じでしょ。みつるちゃんって言いそうなぐらいの声ですか。声ですね、はい。まあちょっとあのなんていうんですか、佐渡のね、はいはい、あのまあ時のお話ということで、実はここで、はいはい、相田さん、はい、素敵な方をまたお迎えしたいと思いますが、佐渡市役所の方、佐渡市役所の、あらー、はい、よろしくお願いします。はい、あ、じゃあ真ん中にどうぞ。はい、はい、はい、ご紹介させていただきます。佐渡市役所農林水産課生物多様性推進室の藤井隆弘さんです。藤井さん、あ、藤井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですか、このすごい肩書き長いんですけども。そうですね。農林水産課、はい。佐渡市農林水産課生物多様性推進室、はい、生き物共生推進係です。あ、そうです。あ、そこまで、はい、じゃあ時だけじゃなくてもっとたくさんの多様性ってことですね。そうですね、あの時はまたあの別にその生物多様性推進室の中に時政策係という係あるんですけれども、うちの方はあのもう生物多様性全体を見る、え、佐渡のもう佐渡の、そうですね、生き物について、はい、で佐渡は全国でも生物多様性に関しては先進的な、うん、まあ、時のおかげもあるんですけれども、そういった時を保護するために、はい、かなり先進的な取り組みをしてきておりますので、まあ、あの島民の皆さん、うんうん、市民の皆さんの協力なければできませんけれども、はい、そういった取り組みは一生懸命やってきております。相田さんとの関わり方ってあるんですか。ものすごい濃い濃いものすごい濃い。もう自分はまあお米作ってますけども、はい、まあ、そこで一緒にこういろんな取り組みを、はい、共同でさせてもらってて、はい、そうですね、相田さん、時と暮らす里認証米、はいはい、佐渡市が認定しているお米なんですけれども、まあそのまあどちらかというと広告塔というか宣伝していただいてまして、昨年もまあ海外ですね、シンガポールと香港に物産展に一緒に行っていただいたりしております。まあそこで一番つながりが持てた、ね、2人で3月も香港香港、あ、香港に行って2人で、え、どういうこと、佐渡の米持って炊飯器持ってみたいな感じですか。どんな感じ、まあまあまあそうですね、どんなものを持っていくわけですか。ざっくり言うと、あ、でもいろんなものを持ってきましたね。うん、そうですね、あの、はい、あ、これ、はい、佐渡の海洋深層水、これも藤井さんの担当部署は違いますけれども、市が関わってますので、その、はい、産業振興課というところで、はい、今こういった海洋深層水の関係、まあ、気のせいかもしれないですけど、まず藤井さんのお顔が時のように今赤いんですよ、ちょっと焼けました焼けました本当ですか、はい、もう一杯やっちゃったって、やってます、やってます、時間ですね、こちらはい、はいはい、ちょっとだんだん赤くなってきましたはい、そのあと胸のマークがすごいですね。そう、農根ってことですよね。そうですね、これ、まあ、農林水産課、はい、かっこいいですね、佐渡市役所の農林水産課の、はい、まあ、職員が着ているポロシャツです、ね、あ、じゃあその格好で今日は来てくださったと、はい、藤井さんも佐渡のお生まれなんですか。あ、そうです、はい、でも私はそうですね、佐渡の両通ですね、はい、合併する前の、うん、はい、あ、そうなんですか、はい、で、あの、じゃあ佐渡と関わってというか、この部署についてどれくらいなんですか。もう5年ですね、5年、はい、で生物多様性推進室ができたのが、はい、今
から、うん、そうですね、5年前ですね、はい、5年前に、はい、とにかく長いですね、肩書きがね。え、じゃあ他に時以外にもどんなこう、はい、あるんですか、こう茶道をなんかこう象徴する、まあもう時はずば抜けてますけど、うん、他になんかこんなものもあるんだよっていうような、まあちょっとある意味天が有名になりますね。生き物の関係ですね。はい、あ、茶道ガエル、あ、そう、さっきの写真見ました、茶道ガエルでした、あれ私 見ませんでした。ちょっと暑いが、また細くなって、サドガエル、サドガエル、見分けつきます、見分けつきます、いや私もお腹が黄色いですよね。これちょっとどう、これ先生、え、私あまり、ちょっと微妙に黄色い、ちょっと微妙に黄色いですよ、お腹黄色っぽいんだけど、これすいません、私分かりません。微妙になんかそう言われたら、なんか逃さなきゃよかったね。捕まえとけばよかったね。本当だ。で、じゃあ、サドガールの他には、うん、生き物、はい、じゃあ生き物じゃないのは何があるんですか。生き物で、え、たい、うん、生き物ですと、うん、先ほどサドマイマイって言われました、うん、サドマイマイ、カタツムリ、サドマイマイ、カタツムリって見なくなりましたよね。そう言われてみたら、え、どこら辺にいるんですか、サドマイマイって。それも来ますよ、来ますよ、ヒデさんはどんどん来ますよ。私もよくわかりません。今ね、すみません、魂がだんだん消えていきそうでした。はい、アジサイ、アジサイの下あたりにいるんですか。雨今こうやって相田さんたちがね、あの田んぼを整えてくれてると、うん、ホタルも出てます今。そうですね、うん、ホタル、ホタル増えましたね、増えました、うん、戻ってくるんですか。いや、戻ってきますね、まあ、本当にあのこう米作りやってますけども、うん、まあ、あのそれ以外にもやっぱりこう地域全体で例えば建設の分野ですと下水道の整備が進んでいるとか、あとまあその例えばエコバッグをみんなで推進しようというのも新潟県内で早い段階で佐渡も行ってますし、まあ、それ環境に対する意識っていうものが、まあ、ただ農業っていうのはすごく自然の中でも大きいシェアを占めるところではあるんですけども、それ以外のところでもいろんな動きがあるんで、まあ、トータル的にやっぱり見て環境が良くなっているっていうのはすごく実感してますね。そうですよね、分野が違えどもつながってるわけですよね。そうですね、はい、なので協力協だからこんな長いのか。あ、生物、共生推進なんとかなりませんね、これ生き物にの専門家みたいなんですけど、決してそういうわけでもないんで、うちの限りそれとあと世界農業遺産ジアス、ジアスですね、その担当もしてますので、はい、まあ、そういった取り組みもやってます。はい、はい、でまた藤井さんはあの地域おこし協力隊の隊員なんですか。いや違います。あ、違うんですか。隊員ではないです。隊員はないけども、でもこの隊も盛り上げてるわけなんですか。そうですね、あの今地域おこし協力隊11名、うん、佐渡に住んで11名、うん、活動してますけれども、はい、その1期生と2期生を採用した時の担当がうちの係だったんです。今あの地域振興課に移ったんですけど、どういう方々ってやっぱり佐渡より、佐渡以外の方が、はい、遠くはどこから来てるんですか。ちょっと遠くが大阪の方ですかね。はい、みんな若そうに見えるんですけど。いやもう老若男女で、 あ、そうなんですか。年齢問わず、いろいろ、はい、性別問わず、はい、へー、ね、あー、はい、そうですか。はい、で皆さん何これ、これで佐渡に住むってことですか。そうですね、3年間、3年間佐渡に住んでいただいて活動していただくと、はい、っていうことになってます。それ3年経った後でもいいわけでしょ、もし言おうと思えば。そうですね、はい、あの定住していただければ、ありがたいことですし。ああ、じゃあその住まいも、はい、そうですね、もしくはあの相手も、そうですね、はい、ご紹介すると、うん、まあ紹介できればいいですけど、はい、でもこうやって、もうお名前から何からもうホームページにアップされてて、あ、こういう方々が参加してるんだな、いるんだなっていうのはもう見てわかりますね。ね、大阪。はいはいはい。で、皆さん何してるんですか、この方々。各集落に住んでいただいて、まあ、地域の、まあ、祭りとか、
休耕田の復活とか、はい、そういった取り組み、まあ、その地域によってまた違うんですけど、してます、はい、そうですか。なんか、フェイスブックとか見ても、うんうん、いろんなこうやっぱ情報発信をされてますよね。そうですね、はい。やっぱ人気なんですか、この私も地域おこし協力隊になりたいとか、うんうん、そうですね、1期生の時は2人募集して、はい、応募が8人あって、はい、で2人採用の予定だったんですけど、はい、まあ結構優秀な方が多かったので、プラス2人で4人採用したんです。でその協力隊に入るとなんかどういう特典があるんですか。特典、うん、なんか住まいとかさ、うん、なんかこう、はい、佐渡でのなんかこういうどういうなんか生活、住居とは市が、はい、契約して、はい、無償で貸し出す、はい、あとまあ仕事で使うような車、パソコン、携帯電話等は、うん、貸し出すというような形。あ、じゃあ皆さんいろんなとこ、例えば自分で職探してお勤めだったりもするんですか。いえ、それはないです。それはない、はい、市の、うん、市の、まあ、うん、あ、臨時職員、臨時職員ってそういうことなんですか。なるほど、はい、地域をなんとか起こさないといけない宿命にある方々ですね。そうですね、そうか、はい、なるほどね、半端じゃないということですね、うん、はい、ボランティアでもなんでもないぞと。で、今1期、2期、はい、で次3期とか。そうですね、3期の方が今度1名入られるというのは聞いてます。面接されて、あの 3期からは地域振興課が担当になって、別の別の課がね、はい、なるほどね。どん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 、なんか来た、行きましたよまた、うん、ありがとうございます。奥様ありがとうございます。はい、すみません、おじさん、これうちの、はい、お米を玄米で玄米サラダにしたものです。え、はい、野菜は全部うちのおふくろが作ったものばかり。いやー、はい、妻はちょっと待って、これまだ見たことないですね。ご飯がご飯がサラダになるっていうのは初めてですね。ね、でもまあ味付けはオリーブオイルと、うん、酢だね、酢、オリーブオイルと酢と、あとまあ塩コショウが若干と、上にかかってるジェルがコンソメのを冷やしてジェルにしたものですね。ああ、いただきます。じゃこれ、これ名前なんていうんですか。これな、まあ、玄米サラダ、玄米サラダ、サラダ、はい、これはみんな混ぜ混ぜした方がいいですか。まあ、ちょっとジェルなしで一回食べて、あ、ジェルなしで食べてもらって、はい、ジェルつけてからまたこう食べたりするとまた全然味が違ってくるんで。トマト、きゅうり、ベーコン、はい、まあ何でも、夏野菜なら何でもいいですね。どうで、これもちょっと知り合いのお母さんで料理作る方がいて、うん、その方から教えてもらったんですけど、こうお米作ってると玄米食べるって習慣はないんですよね。ごめんなさいね、ごめんなさいね、うん、玄米だとは思えない、思えないの、なんで。まあ、あと玄米自体もこう試験選別機っていう、こう不純物を全部取り除く機械があるんですけども、まあ、それが結構いい値段するんですけどね。それをまあうちが 2,3 年前から使ってますんで、まあ、玄米の品質がやっぱり安定して高いですね。これね、うん、黙ってね、玄米って言わなかったら分からない、うんうん、分からない。いや、私さっきお父さんが作ったカレーね、うん、一杯ペロリと食べたけど、うん、違うのね、また入るところがっていうか、さっぱりしてて、うまいねこれ、うん、え、おかずいらないじゃんこれ、このまま丼でも。でこれこう夏場の、うん、本当に夏バテしてて、うん、食欲ないなって時にすごい食べれますよね。野菜またうまいわ。いくらで出します。出た、これいくらにする。これいくらにしますか、これ、これいくらにしますかね。これちょっと皆さんどうします、これ、こんなこれレシピ、ね、紹介したいぐらいですよね。はい、あ、このお水は佐渡汽船で買いますってことで、佐渡汽船で買っていただいてありがとうございます。はい、そして佐渡に行って相田山地に泊まったら一泊おいくら万円ってこと。相田さん、すいません、YMCA さんという方からのメッセージで、はい、この方ね、必ずおいくら前の方ですよ。そう、佐渡に行って相田さん家に泊まったら一泊おいくらですかということですけど、そうですね、YMCA 歌ってくれたら私も大好きなんで。あ、 YMCA さん、フルコーラスですか。フルコーラス、フルコーラスですね、フルコーラス踊り付きで、踊り付きでだったらゼロだそうです、うん、
ね、まあ、YMCA さんに限りですけどね、玄米サラダ食べたかったら、ちょっと英語バージョンを覚えていただけると、うん、あ、英語バージョン、英語おやじのカレー食べたかったら、うん、秀樹バージョン、秀樹バージョンでね、それぐらいの感激をつけるぐらいな感じで、ほんとね、おいしい、これね、何度も言うけど、玄米とは思えない、思えない、あ、もう、まあ、玄米のみですよ、これ、うまい、これ、すいません、本当にあの美味しくいただいておるところではございますが、すいません、うん、時刻の方が9時20分に間もなくなろうとしておりましてですね、今日何12時ぐらいまでやるけど、まあそうなので、まあ、これちょっとブレイクタイム、うんうん、CM を、うん、はい、この100回を支えてくださいました協力企業の皆様ね、ということで、皆様ぜひあの CM の方もじっくり、はい、ご覧いただきたいと思いますし、はい、そしていよいよですね、うん、CM を開けましたらですね、あ、そうだ、今日はすごいんだ、いろいろ映像もあります、佐渡といえば、うんうん、ここにも行ってほしいという場所の映像、うん、そして、うん、鬼太鼓の生演奏もあるということで、あ、鬼太鼓聞けるの、そうですよ、お、あなたも鬼、私も鬼、途中でもう私待っちゃうかもしれないです、踊っちゃうかもしれないです、 ですか、はい、ということで後半もお楽しみください、はい、お腹すいたね、お腹すいた、ごっそうだよ、ひるさん、すごい、え、それ何、ウニ、じゃあ私中田さんのいくらもらっちゃおう、あ、いいよ、あ、夜だけではなくて、はい、昼間のランチも大人気のホセイマルさんです、ぜひ、はい、皆さん、昼も夜もホセイマルさんにお越しください、見てください、もう食べよう、食べよう、新潟の四季の変化を知り、自然の恵みを取り入れる高断熱省エネ住宅、心地よい空間、ぬくもりを感じる住まいづくりは守る建築にお任せください。
どちらからおじですか。東京です。あ、そうですか。吉永小百合さんがポスターで JR のここで立って、撮ったところなんです。初めてです。いかがでしょうか。海もこういう花も綺麗で感動しました。自然がたくさんあって癒されました。イサリビのお弁当を食べました。待っていたのでお弁当をいただきました。これからどちらお回りですか。佐保山下にお茶しに行きます。宿根木に来るのって素晴らしいですね。なかなか地元でもね、来ないよね、新潟の人も。はい、ということで宿根木、僕も行ったことがあるんですけどね、そこは幻想的で、あ、こういう生活をされてた方々がいたんだな、うん、あ、今でもいらっしゃるんですよね、うんうん、すごいですよね、うん、あの吉永小百合さんのあのポスターのあの場所ですね、そうですね、はい、で本当にあのカメラマンが、うん、本当にこう若くて綺麗な方に声をかけるという、斉藤さんね、どうしたの、あのシーン結構長かったですね。あそこメインだった。いやいやいや、あのこれがね、いやあの愛だけですから。そうですね、普通にほら愛田さんが奥さんを呼ぶのは全然普通ですよ。はいはい、ね、いや それですみません、あの VTR 戻りますか。はいはいはい。どうしよう、山田さん、いいです、 なかったことにしよう、はいはいはい、ここおすすめです本当に、うん、佐渡に来たら、ね、そうですよね、こっから始まったね、ナンパやろうが、もう血が騒いじゃって、もうここに立って撮ったところで、ね、初めてで、ほら東京から来たっつってよね、なんで二度も見せるのこれ。視線がたくさんあって癒されました。癒されましたって、ところで何、名前も聞いたんですか。なんで、なんで、帰ってくるわけないし、ぜひこの番、はい、ね、ああでこうで見てくださいっていうところが伝わるといいですね。そうですよね。まあでもいい絵になりましたね、はい、そうですね、私も本当に次はあの、はい、宿根木も行って、あ、ぜひぜひ、はい、あの吉永小百合さんになろうかなというふうに、あの場所でね、あの場所で行ってみたいと思いますが、はい、さあ一気にあのお部屋が賑やかになっておりますが、はい、ああでこうでインサド、ニーボにありますあの相田さんのお宅でから100回目の配信をしておりますけども、すごいですね、はい、ということで続いてなんですけども、はい、お待たせいたしました、鬼太鼓の生演奏になるわけなんですけども、相田さん家ですよ ね、 ここね、そうですよ、はい、相田さん家はもうステージもあります。はい、ということですいません、ちょっと一回いいですか。、はい、ステージってね、はい、テラスでしょ、その前にねこういうのを発見しました。相田さん家に、相田さん、まあ、これ何ですか、これ、これはね、あの私用です。確かに私が騒いだらこれは出せってことになってましたから、そういうことです、これ多分ね、はい、学校のなんか懐かしいものなんでしょ、小学校の大会なくなった時に、これ広江さん専用に、私専用なんですね、いろんなのがあります。はい、それでは、はい、佐渡伝統芸能鬼太鼓、うん、本日はですね愛だけスペシャルバージョンでお届けいたします。愛だけスペシャルバージョンですね、わ、はい、かりました、お願いします。お、we
とうありがとう。子供たちもありがとうございます。いや頑張ったね。いやちょっとちょっとちょっと聞いてて聞いてて頑張った頑張った。ねえ、クラだった。ねえ、はい、ツイッター。ツイッター来てる？はい。太鼓が家まで聞こえます。嘘。近所の方ですか？もしかして。すいません、あの相田さん家にいるんで来てください。もしよかったらね。お疲れ様でした、ね、鬼太鼓を家の中でやるとはってことですよね、はい、あもうはいはい、すごい急に人が増えてきましたけど、いやね、私の隣にいるのが今日の多分メインの、はい、何役になるの、白鬼え白鬼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 の役ね。そう頑張った ね。自分で点数つけると今日何点？40。厳しいね自分ね。でも君さっきワンピース読んでたよね。さっきまでね。ね。うん、そんな余裕あるからさ。すごいんだって。え、何歳から始めたの？ね、うん、何歳かな。うん、すっげえちっちゃい頃から鬼太鼓見てたから。実際まだ本当の鬼の練習は来年からなんですよ。え、そうなの？まだデビュー前ってこと？見よう見まねでただやってるだけ。見よう見まねで。はあ。やれるもんなんだね。ねえ。かっこよかったよでも。かっこよかった。本当に。やっぱモテるよね鬼なんか獅子とか獅子じゃん。え、白鬼。白鬼をやるとね、やっぱりなかなかやれるもんじゃないわけですよね。なかなかやれないです。なかなかやれないでしょ。ちょっとね、うん、バチを落としたりとか、うん、まあそれはね、あれだからワンピースの途中で終わっちゃったから、うん、結果がわからないまま、これどうだっけなって言ってる間に入っちゃったからねえ、うん、さあそしてあのすいません相田さん、はい、そしてあのかなりのまたイケメンを私の近くにご用意いただきましてありがとうございます。あのどなたでしょうか？おばんです。おばんです。どうも。はい、リーボ中央セネガルっていう、はい、まあ、今回あのうちの子供は子供ですけども、あの大人の中央青年会っていう、はい、で、はい、獅子の師匠とかも、はい、まあ、会長も、もう5年ぐらい前か、うん、今 OB なんですけども、はい、まだ現役バリバリで、はい、お寿司を何歳までなんですか青年会っていうのは。35歳までなんですが、後継者がいなくて、はいはい、まだまだ辞められないんですね。でもね、辞められないんです。あのね、山田さん、獅子の子、これでしょ？これもそうだけど、あの格好できる？ずっとずっとあの孫権の姿でしょ？こうやってあれちょっともう一回あの姿勢やってもらってもいいですか？あれですか？はい、ちょっとすいません、それですよね、それをずっとやるわけでしょ？20分ぐらいです。20分？前行ったり後ろ行ったり、それあれ本番の時ってこのぐらいの長さね、うん、行ったり来たりしますね。0度くらいまで、はい、20分この姿勢で相当これ練習というか必要ですよね。そうですね、練習必要ですね。そうですよね、はい、私はもう体育会系の練習をさせてもらいまして、あ、じゃあビシバシ、ビシバシ、ビシバシ、相田さんの、いやいや、もう一番体育会系、一番体育会系な、そうですね、間にやれという方がどちらかというともっと動いてやれたらどうだった。相当の運動量だなと思ってます。そうね、日体大のエッサさんよりもすごいな。負けないように頑張ってます。はい、そしてあの後ろの方ではね、はい、あの太鼓を叩いてくれた、はい、あのイメちゃん、はい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 、相田さんのね娘さん、もう自己紹介しちゃったら、はい、どうぞ。あ、相田夢です。中3です。はい、はい、受験生です。受験生です。はい、はい、そしてお父さんでしょ。そうですね。それであのその隣にあの尻尾持ってた人いますよね。はいはいはい、皆さん知ってます？知ってます。ね、あのお二人もお願いします。はい、今回ちょっとうちの鬼太鼓とはまた別のところで、はい、あ、そうなんですか。小花鬼太鼓、小花っていう、はい、おー、元金井町っていうところ、はい、はい、
まあ、あのデザイナーでうちのマーク考えていただいてる、はい、あの前トキパックのトキパックありましたね、なんかね、うん、開いてこう口ばちが出るようにデザインしたのもあれですし、はぁ、はい、それギャランティー発生してるんですまあそれはもうそこそこ、それは結構、結構結構結構ですね、結構ですよ、いやデザイナーさんと言うから、ね、はい、ました、はい、今これですね、これですよね、はぁ、かわいい、かわいい、ねえ、当てちゃったんですね、一発 ね、これデザイン、そうですね、ね、で伊藤さんもかなりの鬼太鼓好きな子もうハマって、まあ、はまるっていうわけじゃないですけどね、まあ、伝統芸能なんで、まあ、継承者として先輩たちから受け継いでいくっていう、また全然、また全然うちの団体とはまた違う、はい、全然違います、ね、たくさん団体あるってことなんですね、だって100今28ぐらいあるって言ってますね、すごい多いですね、子供も大人も含めてだって128団体ぐらいって今言われてます、ね、そうですか、今日また運動量の少ない方の役でしたよね、いや、あ、今日はね、今日は意外と尻尾もすごい力強いんですけど、地味な感じに見えますけど、どんな風にちょっとやってたのかちょっと教えてくださいますか、要は姉妹の頭が、はい、下にいれば上に行って、はい、上がったら下になって、じゃあその二人と作業やってもらってもいいですか、はい、はい、じゃあ下上下上、はい、そう見えなかったですもんね、見えなかったですね、はい、いいですか、はい、下上、そうですね、はい、あで下がる合ってないじゃないですか。だって違いますもん。ニーボさんですから、これまた違うんだよね。違うのか。そうか、それではね、こういう感じで、ずっとこうね、あともいわゆる中腰ですよ。はい。ここはい、あ、すごい。まあ、しかし息も合わないとダメですね。スケジュールに前は動くんで。なるほど。ね、若干後ろで、違うじゃねえかと思いながら。いや、後で怒られるからちょっとビビってたんですけど、違うぞって言われるから結構邪魔してます、ね、足がずっとあるんで、そしてあのお隣の、はい、あの先生もしっかり、ね、あのネームプレートがございますけれども、先ほどの、はい、あの写真に、はい、写真にもね、お会いした、はいはい、先生どうぞ自己紹介、寺田鬼太鼓の鬼太鼓です、はい、あ、寺田また違うんですか、また違いますね、また違うんだね、なんでしょうね、なんかそのコミカル性は何なんでしょうね、コミカル性何なんですか、この表情から、なんか先生の専門は何ですか、あ、農業させていただいて、農業させる、なんか嘘っぽいな本当なのかな、でも鬼太鼓をやっぱ愛してらっしゃって、そうですね、ねえ、うん、嘘っぽいな顔がなんかねえ、そしてあの子供たちもあと2人、間にね、はい、相田さんの息子さんと、そしてあと師匠の親子、私の、はい、いやしっかり子供たちが受け継いでるじゃないですか、ねえ、ね、ありがたいですね、本当にね、ね、親がこうやってる姿っていうのは、うん、ちょうど本当は親くんなんかは現役の頃ってずっと前だったんですよ、でその頃ってやっぱ子供ねまだちっちゃいんですけど、今逆にまあこう現役はいないっていうながらも、大谷くんなんか本当に今、こう子供たちの目の前で獅子やれるっていうのをいつも誇りにして、バンバンまあやってくれて、いや楽しいですよね、自分の一番できるものを見てもらいたいですしね、それが伝わっていってくれれば余計にいいですからね、でもね、なんかね確実に受け継がれてる様子がもうね伝わりますよ、伝わりますよね、もう分かんないままやってもあれだけできるんだもんね、そうでしょう、だってもう見たものがだってできるんだもん、教えてないですか、教えてなくてできるってすごいことだよね、すごいよね、よくでも今日あーでこうでっていう放送で乗っかるのに、うん、教わってなかったね教われよ、いやもう舞台環境があるってことですよ、そういうことか、そうだよ、だってこれずっと着て待ってたんだからいやいやいや、ワンピース読んでたんだよ、さっき俺のこの隣でワンピース読んでたんだ、そうかそうか、じゃあもうそろそろまたワンピース読むかこの続き気になってしょうがないでしょ、じゃあすいません、じゃあもう踏んだってじゃあお子さんたち、はい、じゃあすいません、はい、親さんと相田さん残っていただいて、皆さんどうもありがとうございました、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 いや本当なんかいいの見せていただきました、はい、家まで聞こえますっていう方が気になっちゃうな、どこですかこの方の、ちょっとさ言っていただいて、エバーララブ相田さん、相田さんちょっとそれですか、すいません、すいませんあ、ステージで遊ばないちょいちょいお気に入りですね、はい、はい、すみません、エヴァステージで遊ばない、え、これ持てますか、持ってます、ステージで遊ばない、ステージ覚えてるよはい、これどうですか、ね、これこの方は見覚えないですか、
きっといるんだと思います、うん、高橋克幸さんからそうです。名前言っちゃっていいの？名前書いてある。え、すぐ近くですか？聞こえるってことは。高橋さん。いや、多分魂が。あ、魂が。いや、嬉しいですね。そういうふうにね、言っていただけるっていうのはね。いや、本当に。いや、でも佐渡って本当いろんな伝統芸能があって、そうですね。皆さん本当守ろうとしてるし、で、一生懸命アピールしようというのが伝わってきますから。エネルギー感じますよね。そうですね。ね、その鬼太鼓もだって今何団体っていうかどれくらい？128ですよ。前はどうだったの？結構だったんですよ。まあでもちょこちょこ子供鬼太鼓が増えたりとか、でも前のがなくなったりとかなんで、だいたい多分こう平均でも120ぐらいはずっとあるんじゃないですかね。でも120台っていう、ね、その数すごいですね。すごいですね。すごいですね。あの今日はね、まあ、間だけスペシャルバージョンでやってもらいましたけど、まあ、皆さんあのニーボでやってらっしゃって、はいはい、それぞれの団体でどういうところの違いが分かるんですか？もうやっぱ振りが違うとかどうですか？振りもそうですし、うん、鬼太鼓が国中、うん、私たちいる地域は国中地域というんですけども、うんうん、は鬼太鼓なんですけども、鬼太鼓は長いんですけど、鬼が待ってる、あとは、笛を吹いてる人がいる、あとは MC みたいなことを喋りながらこうお客さんを煽りながら、まあ形が全て違う、あの隣の吹いたりとかね、集落変わると全部違います。全部違うんですか？全部違いますね。え、それって全部違うとか見て回ることができるぐらいにこう期間ってなんですか？なんか4月から始まって8月いっぱいまで佐渡に来ると、どこのなんか地域に行けばどんなのが見えるとかっていうのがやっぱあるわけですよね。まあ一応ある程度こう情報は発信してますけど、でもやっぱり結構4月の中旬の祭りにガッと集中してるんで、あ、そうなんですか。やっぱりこう今年はここ来年はここみたいな感じで来ていただいた方が、あとはあんまりこう前だけ見るっていうよりもその祭りに行くと、やっぱその地元の人たちのとこに入ってこう本当こんな感じですよ祭りの時って、もう別に当たり基準関係なく、食ってけ食ってけとか飲んだけ飲んだけみたいな状態なんで、あ、別に YMC 踊んなくても普通に入れるわけですね。そうです、大丈夫。その日だけはその日だけは大丈夫。どこの家に入ってもこうなんかそうですね、ワイルドなしで。でもその時のね、ごめんなさいね、男性の方超えてるじゃないですか。女性の方だって一生懸命準備大変なわけでしょ。そうですね。私妻の立場だったらね、多分鬼太鼓やってるね旦那さん持ってたら家にいないと思うの夜。そうですね、お祭りの中1週間2週間前、1週間2週間ぐらい前とかになったらもう連日練習で、練習終わったら飲み会とか、そんなばっかりでしょきっと。すごいとこついてきますね。ブイブイしますね。うなずね、そうですよね。それでってことですよね。で奥さん方はそれでほらいろいろやるわけでしょ。そうですね。ね、やっぱ奥様あっての鬼太鼓だと。その通り。その通りですよね。まさに奥様あっての、はい、そう思ってるから無事に出かけられるんですよね。留守がいい。そうですか。むしろだって煽るでしょ、ひろいさんだったら。何が？もううちいつでも来ていいよって。いや、もううちはもう全然ウェルカムですよ。全然作るから。もう作るからって言って、今日は相田さんちの米よって言って、もう握り飯も出しますよ。そう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 。よその旦那さん、あらいい男みたいな。そうそうそう。あ、あなたいっぱい飲みなさいみたいなね。そうですか。でも祭りっていうのは、うちの妻も佐渡の人間じゃないみたいなね。やっぱ祭りで旦那が入ると、まあこれあのカバーしてるよりフォローしてるよりなんでもないんですけども、やっぱり祭り入ると、こううちの妻も一気に地元人になる。こううちの仲間とかが、とか先輩とかが、おいナミとかってうちの神さんの名前呼んでくれて、こうおいみたいな。子供連れて歩いても子供もみんな青年課のメンバーがみんながこう声かけてくれるっていうのはやっぱり大きいですよね。もうここに住んでる人はみんな島の人だってことですよね。そうそうです、はい、どこで生まれようが、その変にこうライバル意識みたいなのあるんですか？こう ありますね。まあそういうのないとね。ありますね。もうまあなんだかんだ言ってやっぱり自分たちが一番ナンバーワン、全員が持ってるんで、128だったら全員が。そう、さっきのね、ほら関根さんがね、あの作られたこの茶道なんですけども、そこでも結構にね、鬼太鼓について書かれてましたよね。これの次の特集が鬼太鼓についてのテーマ、なんかね、いろいろ鬼太鼓についても書かれてたし、あのそういうねことをちゃんと取り上げてるね。まあ関根も、もう彼ももう俺の一個下なので年いってるんですけど、去年鬼
また再起して子供の前で踊るって、はい、俺うちの祭りの次の日なんですけども、日本酒持って、はい、あの行って、こうやっぱり現役の時の踊りはできてないんでしょうけども、やっぱり今度はやっぱり魂が乗るんですよね、とやっぱちょっと感動しましたね、見てて、やっぱり気合でやるんだっていうのが、年輪立つのは当然若いと動きはできないけども、やっぱりこう魂とか気合っていうのはやっぱりバチでも獅子ね、何も映るんですよね。もうはいもすっごいいい踊りしましたけど。そうですか。何がそうさせるんでしょうね。いやそれ不思議だよな。なんか地なんなん、ね、地域からそれを求められてしまって、あの本当にそうなんですよ。ただただ踊りをやってるんではなくて、地域のために回していただいて、こうまあ神様の代わりをさせてもらってるんですね。ということで一件一件真剣に、まあ自分を教える立場なんであれなんですけど、若い初めて入った子たちにはこれは踊ってるんじゃないんだよと、もうしっかりと鬼の代わりになって邪を払ってるんだからしっかりとやれと、で挨拶もしっかりしろと、まあこの精神論がまず入ります。でまあ体力もきついんですけど、まずそこは楽しい楽しいものでもいいんですが、そこはしっかりとした気持ちを持ってやりなさいと、そこから入らないとダメですよ、このあたりはやはりまず最初に話させてもらいますね。そうすると若い子はえ何この人みたいななるんですけど、そこはやっていくと伝わってくれるんですね。でそういうことを言っちゃってるんで、自分いざ踊らなきゃならないときには、そこはもうしっかりとやらせるよね。しかも感じますしね、地域からのものも感じますし、だからあのまだ習ってもいないのに、見よう見まねでも体に染み込んでるものが、なるほどそういうことかもしれませんね。すごいね、本当に。まあ、でも本当にね、あのすいません、あの大家さんはお仕事はすいません、どんなお仕事？消防士。あ、はい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 。え？また。ああ、メインですね。メインの。お刺身のお刺身？あ、じゃあすいません、あの関根さん、これ持ってカメラに向かって今日のお刺身をすいません、何をあるか紹介していただけますか？ちょっと待ってください。はい。忘れちゃった。ああ、おプラス、はい、お願いいたします。はい、はい、今ちょっと軽く鬼踊りでこう巻いてます。今年も鬼踊ったんだね。そうですね、これがアジですね。アジ、はい、でこっちにあるのこれがカワハギ。カワハギ、はい、これ肝、カワハギの肝、新鮮だったんで肝。でこちらが高菜バチメっていうんですけど、高菜バチメバルですね。でこれメバルのちょうど一番わ、脂が乗ってるところですね。俺見んなつ。でこれミョウガは付け合わせでちょっと作ってください。はい。でこれ醤油も、はい、これはうまいっすよ。作ってきたんで。はい。醤油も作ってきた。はい。刺身醤油作ってきたんで。はい。すみません、おチョコをもらっていいですか。まあまあ。すみません。醤油醤油。あ、ええー。私としたことが、はい、箸を片付けてしまいました。あ、だからそれは。いかないかいかない、はい、この後デザートも実はあるんですけど、差し上げますね。すごいな、本当にいい友達持つと。あのですね、はい、あの、はい、すいません、なかなか私たちも出会わない。いや、さら、出会わない、出会わない、いいものを入ってますよ。え、出会わないものまで、山田さん。いや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 、すいませんね、今日ね、本当ありがとうございますね。100回なもんですから、すいません、本当ね、本当今日はもう皆さんに祝っていただいて本当にこう感激でございますけれども、醤油も作った、醤油も作ったってすごいですね。どうしよう、ん、何、甘い感じのこの、なんていうの、風味豊かなというか、まあ、そんな濃くはないですね、でも風味がすっごいある、これ。すいません、私いいか、大丈夫だ。じゃあいただきます。すいません、本当に。あ、本当すいません、はい、じゃあ、 私たちも食べたことがないで、どれを。いやいや、今肝、肝行きたいですよね。肝ですね、肝、肝、肝行きたいですわ。じゃあ肝行きますか、はい、どうぞ。え、いいですよ、肝。いや、絶対美味しいです。いや、もうこのまま、はあ、これ肝、じゃあ私もじゃあ肝いただいて、わ、はあ、では、はい、じゃあこの姉さん手作りのお醤油もつけて、肝よりネギの方が多かった。あらららら、これ食べちゃったら
もうダメだわ。しっかり仕事さん。六時から来て。はあ。全然ね。ね。臭みもないしね。とろっとこうなんか。とろけたとろけた。でもカワハギってそんなにまあ佐渡の中で釣りすれば結構ね、釣れる魚だし、それはね、醤油、醤油がちょうどいいですよ。ね、ここまでこうやっぱり同じ魚やっぱりちゃんと料理人がやるとこうなるんだなっていう。すごい。なんだって放送中だからね。はははじゃないよ。ママ。ママ例のもの、例のものお願いします。なんすか。塩辛。塩辛。塩辛と日本酒。刺身生きがいいですわ。いいですか。ちょっと食べましょうよ。食べましょうよ。はい。あ、認証の。六角の醤油もいただいて。あ、はい。あとそれお箸もね。なんかね、まろやかな本当にこの醤油がいいですわ。そうなのね。もう醤油でこの味で邪魔するわけじゃないんだよね。うん、うまいわ。関根さん、もう俺ん家の隣にも住まないから。いただきまーす。いやこれね、これね、ちょっとなんか和風とは言えないぐらい、ね、なんかね、洋食を食べてるような、洋食っていうのは、あの洋食じゃないですよ、西洋のものを食べてるような。そうね、デザートっぽいですよね。ねえ、ムースっていうかね、本当に。まあ本当は佐渡にいると毎日食べれるんですけど、がどう今日はさらにちょっとスペシャル。スペシャル感出して。ありがとうございます。あ、いよいよ。わあ。え、まさかの。まさかの。これまたまさかの。これは奥様何ですか。お誕生ってまあうちのあの酒米。酒米も作ってるの。はい、コシタンレですね。はあ。マノズルさん。マノズルさんで。飲みたかったんですよ、マノブルさん。はあ。え、じゃあこの酒米は元は、はい、相田さん家の米、はい、そうですね。あ、そうだったんですか。はいはい。いや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 、さっきのこれあの先ほど藤井さんが、すいません、このね、すいません、塩辛が私これ塩辛にこう一緒こういただきたくてですね、すいません。姫津漁港なの、あれ、あ、すみません、あれ、これ特別な塩辛、特別塩辛ですけども、これ美味しい、おすすめの塩辛なんですよね。一夜干しして、辛つけた。はい、ノズル開けちゃっていいですか。はい、いつも10個買いして、冷凍庫に今入れたんですけど。開けます。はい、いやキンキンに冷えております。はい、あ、すいません、ありがとうございます。いやはい、あ、じゃあこれが、はい、あ、これが、はい、すいませんね、何から何まで、まあ、お次しましょうか。はい、あ、これが、これが、あ、ありがとうございます。これが、はい、こちらでございます、本日。まあ、普通にまあ、うちのお風呂買いに行っただけなんですけど、特にスポンサーでイメージ結構ありますよね、佐渡のイカっていうのね。姫津漁港に行かないと買えない。え、今なんて言いました。え、あ、姫津漁港に行かないとこれが買えない。イカだけに、イカだけに行かないと、行かないと。ごめんなさいね。はいはい、飲みましょう。はい、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 皆さんすいません、飲みましょう。これ飲んでないのに酔ってるみたいな。はい、伊藤ダメなの。あ、そう、あ、そう、いや、じゃあ、あの、ほら、帰りの、行かないとダメですよ。あの、両津港のあのお土産のとこ行ってもダメなの。ないないですね。これだけはないんですね。これだけは山さん、行かないとダメなんです。行かないとダメなんです。よし、コテコテでいいぞ、今日。はい、山田さんどうぞ。あ、僕もいいですか。はい、すみません。はい、すみません、ありがとうございます。あー、どうしよう、いいんだ、今日は飲んでいいんだ、私飲んでいいですよ。だって、さっきも言いましたけど、相田さんち泊まることになるんですよ。スイートルームに泊まることになるんですよ。はい、乾杯。乾杯。どうも、ありがとうございます。はい、いただきます。皆さん、素敵な夜に乾杯。佐渡満喫。ああ、美味しいです。美味しいですね。これはね、飲んじゃうね。うまい。いや、塩辛本当食べて。塩辛いただきます。あ、すいません。これ本当うまいよ。食べたことある？じゃあ、いただきます、塩辛。はい、あの歯ごたえっていうか、でかいのいって、あの足とか、
美味しい。美味しいでしょう。美味しい。でこれ、何これ？これあれだよね。あの柚子、柚子入ってる。うん、入ってる。最初から。最初から柚子風味。はい、ツイッターが、はい、新鮮な魚を食べるとスーパーの魚が食べられなくなります。これに関しては返事しづらいんですよね。スーパーが悪いみたいな言い方が、でも気持ちは分かります。分かります。そしてあれ、気づきはもう22時。あ、本当だ。マジで24時までってね。すごいです。今日は、あ、ごめんなさいね、あの皆さんを聞かないわけじゃないんですけど、はい、まだ終わる気がさらさらあります。まだ似顔絵も渡してません。渡せないですからね。そうですよね、まだまだ引っ張りますけれども。美味しいですね、美味しい。このイカの塩辛 ね、 ね、いや、塩辛美味しいですよね。うまいですね。これは実は佐渡にいて、うん、なかなか食べる機会なかったんですけど、うん、昨年そのシンガポールに行った時に、うん、藤井さんが販売で持ってきていただいて、それでもらって食べたら、うん、もうドハマりして、うん、贅沢三昧だわ、今日。お刺身もあるよ、ひろえさん。あなた、美味しいと黙るよね。本当にね。うん、いや、あのね、まあ、私なんでこう職業を聞いたかっていうと、相、はいはい、田さんは、まあ、農家でいらっしゃって、はいはい、で、あの消防士でいらっしゃる。はい、でも、なんか、やはりこう、農家の方とか消防署の方っていうのは、うん、やっぱりこう地域を祭りで盛り立てる役でもあるっていう感じがすごくするんですけども、あ、うん、まあ、その農家の役割っていうかすごくあるんじゃない、季節柄じゃないけれども、なんかそんな気もすごくしますけどね。うん、うん、まあ、なんかこう本当にこの年になって、うん、例えば私もあと関根君、うん、まあ、伊藤君とかも、うん、まあ、羽生さんもそうなんですけど、うん、こう部活のような雰囲気ですよね。あ、先輩にわわやりながら地元の人に部長と言われて、でお前ら飲んでるだけじゃねえかとかいう知った激励もいただきながら必死に、祭り当日って正直楽しいっていうよりも辛いんですよね。え、じゃあ雨降れ雨降れと思ったりするんですか。いや、雨降ったってやりますから。あ、雨降ってもやる。やり降ろうが、あ、やり降ろう、針が降ろうか、やりが降りませんけど、絶対中止にならないのが逆に想像なんですよ。台風来ても絶対なります。中止はないないですと思いますね。中止ないです。あ、今も写真出てますけれども、この笑顔いいですね。まあ、笑顔プラス泣き顔ですけれども、これもまたいい写真ですね、あださん。僕は、ね、最近勉強で教わったんですけど、うんうん、あの今頭カポって噛んでもらったじゃないですか。あれ、あの噛みつくっていう言葉で、うん、神がつくっていうことらしいですね。あ、あら。あら、そういう知ってた。え、知らないでしょ。最近聞きました、僕も勉強で。こう、なんでこうするかって、神がつくやつよっていう、噛みつく。あ、これいいですね、使えますね、これね。みんなやっぱほーって言ってますね。おお、すいません、あの、はい、先生みたいに嘘っぽく喋ってるんですよ。それいいですね。ね、うん、噛みつくね。それいただこう、うん。そういう由来があるらしいですよ。うんうん、なるほど。うん、いや、なんかね、こう噛むとさ、無病息災になる、頭良くなるよとか、うん、でも意味よく分かってなかったですけど。神がどうですか、全国的に噛む、獅子が噛むって習慣あるんですか、ね、うん、あるんですよね。ああ、これはありますよね。うんうん、そう、多分だけではないのかなと思いながら、うん、そうですね。結構なんか、うん、いろんなとこに行くと、うん、あの神楽って言うんですよね。はい、こっちはシシシシって思うんですよ。復興支援で、うん、まあ、こう福島方とかが佐渡に来られた時に、うん、じゃあこう、うん、ホテルに行って、無償でおにぎりこう、うん、お見せしたんですよ。子供たちみんな神楽、神楽が鬼と一緒に何かやってるのって初めて見たとか、やっぱじゃあシシシシって呼ぶんですけど、うん、結構神楽って。って呼んでて、神楽っていうのは神様をあって外に移動してこう棒でも持つ、うんうんうん、あれを神楽って言うんですよ。おみこしというおみこし、おみこし、うん、うん、あ、この写真もね、なんか出てくる、ね、そうそうそう、で、そうやって神様を、うん、これね、俺の言うことだから当てにしないで聞いてくださいね。神様をそうやって担いで外に移動することはその神楽って日本ではよく見るでしょ。はいはいはい、でもあのインディ・ジョーンズの映画見ませんでした。見ました、見ました。あれ担いでますもんね。担
失失われたアークっていう。ああ、担いでましたね。だから多分あの国と日本はもしかしたら繋がったかもしれない。それインディジョーズと繋がりましたね。繋がるかもしれないでしょ。笑ってるかもしれないけど本当かもしれないよ。ツイッター来ますか、ツイッター。ツイッター来た。はい。え、噛みつく、その噛みじゃないわ。髪の毛のヘアね。ねえ。はい。そして、すごいっすね。塩辛美味しそう。うん。ね、ありがとうございます。ライフマグの小林さんですよ。小林くん。ね、小林くんさんとも、小林くんさんとかじゃない。小林さんともね、本当だ。そうです、はい。深いですよね。そうです、はい。ライフマグも最初の佐渡編でね。はい、佐渡編で、うん。ライフマグどこにあるんですか。これ今見上げましたけど、じゃあ撮ってもらっていいですか。あーでコーデにも出ていただいたんだね。今すみません探してもらって。ね、そして。相田さんち泊まる条件踊らなきゃって二人どうぞって言われましたけど。いや僕らはね、あの踊る前から OK もらってるわけですよ、ね、そう YMCA さんだから YMCA を踊れってことですからね。そうです、そこはあの間違いないようにお願いしたいと思いますけども。いやでもね、佐渡ね、美味しいものだらけですわ。ねえ、ね、あ、これですよ、はい、はい、小林さん、はい、ライフマグ佐渡編ということでございますけれども ね、はい。でもね、どうするとこんなに人が良さそうな、こんなに、ね、どうなの、近くにって。だって第一印象絶対悪くないでしょ。じゃあどうなの、本当のところは。もう小学校、保育園からずっと付き合い、保育園から長いですね。ここから自分の家はもう何百メートルという。あ、じゃあ聞こえたんだ、今の鬼太鼓の声。聞こえてます。やってましたけどね。はい、昔からいい男。やっぱりなんで変な変な意味じゃなくていい男なんですよ、うん、このかっこいいとかじゃなくてなくてなくて、すごく、うん、まあ、それしか言えない、もういい男、いい男、優しい、気が利く、まあ、全てですよね、うん、まあ、欲しいものをみんな持ってて、らららら意味じゃこいつっていうタイプですね。いやいや、中にはね、俺の腹やろか、いらない。でもね、なんでも、うん、やっぱりいい環境に住んでるからなんですよね。でももう本当、俺離れてて帰ってきた時にもう同級生がすごいいっぱいいるんですよ、また、うんうん、うちらの同級生ちょっと気持ち悪いぐらい、うん、すごく仲いいんですよ、それまたありがたい話ですよね。ありがたいです、で親とかもちょっと気持ち悪いって言いますね、そう、前に出た気持ち悪いって、そう、ありがたいですわ、うちの親もターボーって言います、ね、まあ、あだ名ターボーなんで、はい、あ、え、親がターボー、それでターボーって出たの、俺ひろえさんのことかと思った、私も、え、なんでターボー、ターボーですか、まあ、高脇、昔から、そっちか、そうか、出てた、あ、ね、そう、ターボーじゃんって、ターボーじゃんって出てた、ありました、本当ですか、たかし、お、長谷川、ターボーちゃんです、私もターボー、おーターボーでしょ、あ、私はターボーのためにニックネームが、ターボエンジン、私ターボエンジン、笑ってる、はい、ステージで遊ぶ、じゃあ、いや、わかんないけど、山田さん、え、そろそろじゃあそのね、いい男の山田さんも今日会った瞬間にね、前田さんいい人だと、いい人だと思った、もう似顔絵描くからって言って分かるってじゃないですか、はい、でね、うん、あとプラス、まあ、どっか欠点見つけたいって、うん、あっ、ね、言ってましたよね、絶対ね、なんかあるだろうと、まあまあ、思ってね、はい、うん、そしたらなかった。まだ半日の付き合いまだ見せきれない、何日もあれば一つぐらいあるだろうと思ったんですけど、そしたらね、全くそういう要素見せない。私ね、後で奥さんにね、あの一緒の布団っていうか隣で寝ながら聞きます。一緒の布団じゃないですけど、私今日あの奥さんと一緒にこう語りながら寝ます。いやいや、そしたら朝迎えます。そうそうそう、ちょっと聞いてくださいよみたいな。言っときますけど、言っときますけど、この人の愚痴の方が長くなってちょっと聞いてくださいよっていうのが長くなると思います。だから多分あの相田さんの奥さんの話よりも私が相田さんの奥さんに喋ってて、はい、あ、もう聞いてらないと思う、先に寝られるかもしれない。で、起きてまだ終わってないのって、はい、あの本当にね、映画作れるそうなネタ持ってますから、そういうの。本当に、あの、ほんとね、それすいません、覚悟していただいて、ええ、
そうですね、本当に。でも本当にこう周りの環境っていうのは、うんうんうん、心を動かしてくれますよね。そうですね。ね、本当に。だからこんな素敵な方々がいるってことは、うん、どんどん佐渡に来て、うん、そう。皆さん、ね、佐渡の人たちってやっぱり人と触れ合うことですよね。そうですね。うん、いや、こうなんかいろんなところにあんまりそんなに出歩くような人間で実はないんですけど、うん、やっぱり行った先でこう出会うことが大事だなっていうことを逆にまあ家にいていろんな人たちが来てくれることによってそれを学ぶことができてるんですよね。だから自分もやっぱり行った先でやっぱなるべくこう触れ合った方がいいかなっていうのを逆に心がけるようになりましたね。最初はあんまりこう結構行くと、うん、例えば出張でどっか行くと、うん、もうその出張だけ終わらして、うん、ホテルこもって帰るタイプなんですよ。あ、そうなんですか。実はそうなんですよ。あんまりこう人に嫌なとこ見せたくないから。いやいや、そうね、結構うっかり本当コンビニで、うん、なんか弁当買って、うん、もう部屋で食えばいいやぐらいなんですよ。こう東京行ったらせっかくだからなんかどっか行こうかなとかあんまないんですよね。最近は、うん、それいかんなと思って、行ったら、うん、向こうの知り合いに連絡をして、あの会ったりとか、新潟行って帰りに、うん、吸って帰ってこないで、うん、ちょっと時間見つけて行こうかなっていうことを最近本当にやり始めましたね。うん、じゃあ今度新潟来た時には必ず、はい、あの連絡くださいね。ああ、はい。はい。はい、あ、いや、本当に。お、はいはい、あらら、最後。すごい。これはトマトのコンポートですね。うわこの方やります ねどう食べてください。これごめんなさい、トマトとこの白いコンポートって、それはですね、はい、トマトコンポートの、はい、コンポートじゃない、コンポートはですね、はい、ワインで甘く煮込んで、はい、煮込んでというかですね、味付けしたんですけど、それをこう、はあ、その汁の部分を、はい、シャーベットにして、まあ、いわゆるこれデザート、デザートですね。食べてみて、うん、あ、これもそうなの？それはそうなんですよ。それをそれでつけて甘くするんですけど、それをトマトじゃなくて凍らして、うん、トマトの味するわ。そうですよ。トマトも美味しいです、ね。はい、これ朝度最高、また行くぞって。長谷川さん、どんどん来てください。ね。うん。美味しい。これ、あ、大人になってよかった。俺なんかこの味わかるわ。ねえ、うん、食べようは、たかしは、大学の時の、はい、新潟大学のバレー部の、あ、そうなんですか。同期で、本当に、美味しい、バレーでも、本当にこう一緒に4年間一緒に練習して、まあ喧嘩もしましたし、酒も飲んだし、わーわーやったし、あの社会人になってから佐渡に、はい、県の職員なんですけど、佐渡に担当になって、で準市民になってくれて、それでもう佐渡をすごく好きになって、この間で去年とかも家族で来たんですけど、はい、俺に聞く前に自分で観光ツアーを組んで、一泊二日なんですけど、ものすごい詰め込んだツアーを組んで来たんですよ。逆にそれ参考になって、うん、それのツアーの、ね、うん、内容教えてもらって、うん、それ参考にして教えてます ね。私もね、準市民、みんな、アーデコーデスタッフみんな準市民だよね。あ、そうなんですか。そう。なんか、今スタッフからもらいました。はい。これ住所だけはダメですけど、はい、これなんすか。私も持ってるよ。これあると、いろいろ安くなるんですよね。そう。あ、そうそう。そうなんですよ。割引が効くんですよ。私もこれね、佐渡に来る2日前ぐらいに佐渡振興局からハガキ来ましたよ、あの封書が。で、ここで使いますみたいな感じでね。準市民登録、うん、はい、はぁ、もうだから彼は本当に佐渡すごい好きになってくれて、佐渡旅行で来て、はい、関根さん、江南区でお店出しましょう。はい、広江さんが常連、いや、はい、住み着くわと。あ、すみません、江南区じゃないです。北区の私の家の隣。ぜひお願いします。では、山田さん。はい、もうすっかりこんな時間、はい、そうです。どうですか、アデコーデ。最初緊張してるわとかって言ってたけど、番組まだ終わってなかったです。これ、なんか、はい、終わってなかったんで、はい。いよいよ似顔絵、似顔絵ですよ。似顔絵、ね、さっきね、うん、描いてもらってまず、はい、皆さん似顔絵ですからね。はい、ぜひあのまずはご本人が、はい、このままスーッとこう、はい、上げてみてください。はい、はい、おー、見たい、見たい。じゃあ皆さん近づいて、あれですか、もう
噛み締めてますね、なんか、はい、このカメラに向かって、はいはい、いや、すごい、はい、ひっくり返して、さあ、どうぞ、はい、すいません、はい、笑っていただければあ横にちょっとこうやって横にこう、うん、この二の腕を横に、うん、横の前横に、はい、いやーありがとうございます、はい、うまいっすねもうね、いい人がにじみ出てるわあーねーねーでもなんかえでもなんか何ですか大人あ、大人ですか。こうなってるね。うん、でもこんな顔になったんですね。そうなんだ。え、そうなんですね。さて、あの、あやさん、はい、あの、まだ番組終わってなかったんですけども、あ、はいはいはい、あの、そろそろね、あの、あの T シャツもなんか茶道、あ、そうですね。ちょっと何ですかその T シャツは、すみません。あの、新潟のモノスリ製作所さんって、あの、スリア、はい、渡辺さんさんと仲良くさせてもらってて、まあ、これもあの関根くんが作ってくれた縁なんですけども、はい、あの、渡辺さんと一緒に、うん、うちの佐渡アイダライスファーミングの、うん、あのアイダライスグッズっていうのを今、はい、作ってまして、グッズもグッズをグッズ展開しようみたいな感じで、いろんなことを今あの、佐渡と一緒にまた動いてるんですけども、はい、あの鶴町にね、ものづくり製作所さんってあの、稲吉さんがやってやってる、はい、そこで今いろんなまあこう iPhone ケースとか、うん、ね、ペンケースとか、まあ、グッズ、オリジナルグッズ製作されてますけど、はいはい、それで一緒にまあ T シャツをデザインしてもらった、それ海外に今年香港行く前に、はい、まあ、佐渡を見てもらうのに、そういう地図を名刺に入れたんですけど、それをヒントに、佐渡ヒアっていうので、はい、これ地球でしょみたいな、じゃあ似顔絵ちょっといいですか、はい、はい、ちょっと T シャツをじゃあ、そうです、こう地球、はい、だからこう皆さん佐渡ってどこですかって言って、へーへーへー、ディズがアース、アース、うん、ジャパンって新潟マイホームイズヒアなるほどって言うと、おーってみんなで大体受けますね、そうですね、人受けしますね、そういう T シャツですね、だからまあ、うん、これ特にうちっていうわけじゃないんで、佐渡って感じなんで、うん、まあ作って、まあ、みんなにこうあのまあなんか欲しい人いたら、で結構まあ欲しいっていう人いるんですけど、まだこれをグッズする段取りが回ってきてないもんで、でもまあそういうのをこういろんな方に、そうですか、はい、本当にもう、もう佐渡絵を佐渡が好きです、佐渡を愛おしく思って、佐渡を愛してらっしゃるね、もうね、でもまあ本当に、うん、ね、こう外にいる方がまた逆にそれを気づかせてくれてるっていうのはすごくあります、うん、おさむさんもそれも佐渡大好きで、うん、本当にいつも来て、まあ、関根くんがこう佐渡案内したりとか、うん、毎年アース来て、あ、アースレベルですよね、でしたりとか、はい、うんうん、あの方は僕にそっくりなんですよ、似てますみたいな、はい、ほらこれ見ました見ました、たまたま出会ったんですよね、たまたま出会ったんです、たまたま出会った俺も俺どっちって思うぐらいです帽子とかも大体似てる感じの帽子かな、本当にね、似てるわ、びっくり、よこ怪しい感じ、よこ怪しい感じがしますかねー、ねえさん、相田さん、はい、あのまた8月になると、はい、ビーチバレーの方もね、今そうですね、はい、海岸の方も作られてますよね、そうです、来週2日に朝日健太郎選手も来てくれて、うん、柏崎にはあの湯沢雅美さんっていう、はい、ビーチバックスの世界チャンピオンの方とか、ね、みんな来られて、うん、あのオープンスイムっていう、うん、佐渡スポーツ大会だったり、それの前夜祭として、うん、ビーチライフイン、うん、佐渡っていうのを第1回初めて今年やるんですけども、うん、はい、それともやってますね、はい、ね、まあ、それでね、あのスポーツで佐渡をこう盛り上げたりしてらっしゃいますし、うん、はい、あとはじゃあこれから相田さん、はい、どんなまた夢を持ってますか、そうですね、まあ今お米作りをまあ一生懸命やってますけども、うんうん、まあ、米作りを通して、まあ、本当に米作りってこう仕事の中でまあ一次産業の本当に末端っていうか基本なことだと思うんですけども、それでまあなんとかこう家族を養いながら、やっぱりこうみんなとあの地域で祭りをやったりとか、まあこう一人で酒飲むよりもみんなでワイワイ飲んだ方が楽しいんで、まあそれを大きな目標として、それが本当に大きな目標のベクトルであって、まあそれがまあ米作りを通してまたできればいいかなっていうのもありますし、まあそれをこう継続して次の世代にちゃんと
受け継いでいけるような形を、ね、はい、まあ、作っていけたら、まあ、おのずともしかしたら子供もつくかもしれないし、うん、周りの人たちも継いでいってくれれば、ね、まあ、おのずとそれが結果的に活性化につながったりとか、うん、っていうなればいいなっていうのはありますけど、ね、はい、あなたがいれば安心ですね。もう、いやいやいや、でもまた、うん、ってますね、そうなんですよ、そういう存在なんでしょ、うん、そういう存在です、うん、そういう存在ですよ、ね、でも力強いね、やっぱり、やっぱ同級生、同級生がいるっていうのは大きいですもんね、後輩先輩の力って大きいね、うん、そうですね、でもそれがやっぱどっかで崩れちゃうと、うん、地域もやっぱり盛り上がらないのかもしれないし、いや、でも、うん、あの、そういった人と人のつながり だけなんですよね、うん、なんか大きいことをやるっていうよりも、うん、こうなんかちっちゃいこう隣同士の付き合いが広がっていってるだけなんで、やっぱそれを見ないでやっぱこう大きいとこばかり見ないで、やっぱりこう人とつながりっていうのだけはが結果的に地域盛り上げてるんだなっていうのを、まあ、ここ数年本当に実感してますね。いや、今回ね、アーデコで100回でお会いした方が相田さんで、うん、で、あの農業、そのつまり米作りをするようになってから、うん、はい、ちょっと変わったでしょ。変わりましたね。やっぱりいろんな人と出会うことが多くなったと思う。すごい変わりました、はい、で僕も似顔絵描くようになって、はい、いろんな人と出会うようになって、はい、で、ひろゆさんと出会って、うん、で、スタッフの皆さんと会って、うん、で、アーデコーデを目標すら全く持たずに、まあやってみようかって言ったら100回になったんですね。そうですね。で、こうやってやっぱり人の縁がこう、縁がつながっていくっていうのは、本当に嬉しくて、すごい、こういうことができてることに感謝しますよね。そうですよね。いや、そういうところでこれだけのね、あの機材と、あなたが米食べたいって言った瞬間からそうそう、始まったわけですけど、本当に感謝。そう、俺副会長で、美味しい塩辛とお酒といただいて、最後はわわいいですか、ご飯食べたい、ご飯、ご飯、ママママ、ご飯ありますか、ひろゆさんにちょっとご飯を、すいません、あ、いいです、あ、後で、あ、いいです、あ、すいません、はい、すいません、はい、ということで本当に長時間、こんな時間ですか、もうね、相田さんのご飯食べたいとか、ご飯食べたいとか、お米、あの、お米を欲しいという方は、はい、ホームページ見ればいいですか。そうですね、はい、はい、見ていただければありますので、はい、はい、そうですね、はい、この時間は相田家さん佐渡、まあ、佐渡相田ライスファームでも、はい、選択できます、はい、ホームページで、はい、この時間、まあまあ、終わりますけど、はい、この時期、はい、夜は長いです。そうですね、はい、ほら、かっこいい、はい、あ、これね、これ写真、関根が撮りました。あ、去年の秋、そうなんだ、どんだけみんな仲いいんだろうな、はい、うん、はい、ということで、満喫させてもらいましたね。本当そうですね、はい、まだ私たち佐渡の夜は続くということで、はい、すいません、まだこの後もお付き合いいただいて、お付き合いいただいて、朝5時起床で時の、はい、見たいと思いますので、はい、はい、では次回、次回8月11日、はい、月曜日、はい、夜8時から、はい、ゲストは、うん、夏にふさわしい人、おお、え、誰誰誰、え、誰、決まってないんだ、決まってないんだやるな、またサド来てるかもしれないよ、サドさんに紹介してもらってさ、で、またサド生にお願いしてさ夏にふさわしい、またね、ご飯、ご飯、あ、来ましたよ、いやー、すいません、これがですね、はい、スーパーコシヒカリでございますけれども、またね、これにね、塩辛が合うんだわ、それでは皆さん、ひろゆさんがこのご飯と塩辛を食べてるシーンでお別れしたいと思います。あの、まだあれ言ってないから、あ、あれ言ってなかった、全く今日タイミング悪いな、めっちゃ、じゃあ、あれ言って、あ、そうなの、あれ言ってからすればよかったね、うん、まだこれ、すみません、最後お付き合いしていただいて、はい、はい、本当に、本当にね、100回記念ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。本当に今までね、出てくださったゲストの皆さん、はい、ありがとうございます。本当に。また再度、うん、お呼びするかもしれませんけれども、はい、
110回になったらまた相田さん近くで10回単位で10回単位で結構小刻み小刻みですね味しめてねじゃあねでは本当にあの今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ではそれでは参りましょう、はいはい、山田光松井ひろえアーデコーデこの番組は美食亭宝泉丸串屋風鈴美容室中山守る建築株式会社ナチュラルグラス工房そして特別協賛佐渡汽船ありがとうございますそして本当に今日は愛だけど皆さん ありがとうございましたそれでは、はい、ひろえさんの美味しい、はい食べるシーンをねいやー本当にねお別れしたいと思いますお刺身もねもう美味しくて、はい、すいませんいただきますよ、はい、これね、はい、さあそれでは皆さんいいよさようさようなら失礼しますあ美味しいI'm not afraid to die.